本日の出演者は福井県立大学名誉教授島田陽子さんです。はい、よろしくお願いします。もう一方が月刊正論発行人の有本隆さんです。はい、よろしくお願いします。スカイプでタレント千葉玲子さんです。玲ちゃん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、そんなはずがない、解散したら困る、内閣支持率7ヶ月ぶりの上昇に与党内も困惑、今後の鍵は政治資金規正法改正めぐる議論。岸田内閣の支持率が7ヶ月ぶりに上昇したことが最新の JNN の世論調査で分かった。明確な理由が見つからない予期せぬ支持率のアップに、与党内からも困惑の声が上がっている。地球一周の外遊から帰国した岸田総理、外遊後には上昇する傾向があると言われる内閣支持率。土日に行った JNN の世論調査で、岸田内閣を支持できるという人は、前回の調査から 7.0 ポイント上昇し、29.8% だった。支持率が上昇に転じたのは7ヶ月ぶりということ。これは有本さんね、7ポイント上昇アップっていうのは、これかなりの数字ですよ。これまでだって、続落してたわけですから、それが横ばいじゃなくて7ポイントも上がるというところにね、一体何があったんだろうと思いますよね。なんか TBS トラップじゃないかと言われてますけどね。トラップトラップといっても一応世論調査だから、世論調査なんですけどね、世論調査なんですがという言われるぐらい、自民党内でもみんなびっくりみたいなあれですけど、あんまりこれで、だってこの後また今環境大臣の問題がね起きてるから、また下がるんじゃないですか。推測で構いませんけど、はい、7ポイントも上がる理由があるとしたら、訪米のです議会演説が好評だったと、あれがのがあるかと思いますよ、まあ、本人頑張ってやってるか周りが知っていて、まあ、アメリカ議会もね、今同盟国重要だからっていうんで、みんなスタンディングオベーションしてくれたっていうのはあるでしょうけどね、それ以外ちょっと見当たらないですよ。その合同委員会とか上下両院合同会議の演説だけで7ポイントも上がりますかね。そうだとしたらその後に3補選全敗でしょ、3つとも負けてる、それは一体どうなってるのかということ。3補選は岸田さんがどうこうしようと負けてたと、まあ、2つは全敗ですし、島根はもう相当差が開いていたから、どう、多少支持率が差が回復したとしても追いつけなかったということですからね、参拝、まあ織り込み済みですけどね、はい、島さんどのように見てらっしゃいますか。衆議院の補選に関してはね、はい、3つの選挙区の住民は別として、総選挙ではないんです、はい、一般の国民というのは、まあ、我々なんか関心ありすぎる方なんですよ、職業からね、一般の人はまあ関心もないし、それからやはり訪米して議会演説、それからその前にホワイトハウスでのパーティーの場でね、岸田氏が英語の原稿を読んだりすると。で、彼はまあ子供の頃ニューヨークで過ごしてたんでね、思いっきり練習して行ってますから、それなりの英語の発音でね、しっかり英語を読んどるなと。まあ、それもプラスだろうし、またアメリカ議会もね、何のために岸田氏に演説やらせたかといえば、それは岸田さん、あんたの支持率アップに我々協力してやるよと。その代わり金出せっていうね、まあ、そういう枠組みなんでね、だからやっぱりメディアがやっぱりね、外交の岸田っていう感じでね、議会演説も受けたというふうに報道しますからね、まあ、そしたらちょっとは上がるでしょう。だから逆に外遊でこの支持率上がるっていうのを逆にね言えば、日本にいると支持率下がるということで、今後国会とかまだ始まるんでね、またこれすぐ下がりますよ。それは同行記者団が、まあ、よいしょとまで言わないけど、どうしてもよいしょに近いようなリポートになるじゃないですか。いや、それなりますよね。それは、ね、国内問題だったらコテンパンに批判されるところを、外国に行くととりあえず持ち上げる記事になりますから、そういう意味ではね、そんな背景も何もわからない人を普通にニュース見てたら、おお、やってるじゃん、頑張ってるみたいな評価にね、まあ、つながるかな。だからその次のレイちゃん、3番を読んでもらえますか。はい、有本先生注目、補選に全敗した岸田文雄のフランス、ブラジル、パラグアイ訪問は卒業旅行。衆院の3小選挙区補欠選挙で全敗した自民党、体制立て直しが急務となっている中、総裁である岸田首相は5月1日から6日までフランス、ブラジル、パラグアイの3カ国を訪問。自民党内では補選の結果を受けて、9月の総裁選で岸田首相の再選を望まない議員が激増しており、この3カ国訪問には卒業旅行ではないか、閣僚経験者との声が出ている。有本先生、岸田首相本人にはそんなつもりさらさらないだろうけどね。
そんなつもりというのは卒業旅行という意味ですね。全然そんなつもりないでしょう、うん、逆じゃないかなと思います、そう受け取られてもね、今のさっきの TBS の別としてトレンドとしては、うん、内閣支持率もまあ低迷してて、ね、補選も3つ負けたと、うん、じゃあ戦えないというふうになって、まあ、6月にはサミットありますけどね、南米に今何しに行くのというのは党内にあると思いますよ、うんね、しかもブラジルとパラグアイ何かなと。よく昔だったら、ね、内政婚とかやってます。今も内政婚って全くやらないんですか、ねね、記者会見はやってましたけど、会見と懇談違いますよ ね、 ね、そう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 。不思議だと思いますけど、石破さんいかがですか。俺は外遊で支持率上がったと言ったってね、 30% 以下なわけですね。だから危険水域は下回っとるわけですよ、ね、うん、卒業旅行中、まあ、本人はだから外交の岸田という空虚なイメージを振りまいてね、それでなんとかやっていこうと思ってるんでしょうが、さっきも言ったようにね、やっぱり国内にいると下がる一方でね、これからいろんな形の増税、電気代に関してもね、増税、こう怒りが徐々に広がってる、またすぐ下がって、だから6月に解散、私やるんじゃないかと思いますけど、もうそこしかないんでね、多分自民党かなり負けるんでしょうね。まあ、その話後で出てくるとは思いますけど、私も6月解散説を取ってるんですね。で、通常国会が6月23日までですから、その最終段階で、立憲は間違いなく内閣不信任は出してきますよ。もう立憲はイケイケどんどんだから早く解散してほしいわけですよね。で、衆議院選挙は勝つつもりでいるわけですから、それは早い方がいいというのは、まあ、当然だと思うけど、問題は岸田さんが自民党を少々減らしてもやるんだ、まあ、過半数が233だから、それを1議席でも上回ってればとりあえずいいだろうという、うん、そこまで腹をくくって臨んでくるとすると、まさに外遊とか、僕は北朝鮮訪朝は絶対あると思うんですが、とかいくつかね、やっぱり実績と国民に信を問うべき内容としてですよ、国民さん皆さんどうでしょうかと、まあ、その中憲法改正がその時点でどこまでどうなってるか分かんないけど、いや絶対やりますと言い続けるのは選挙戦術としては正しいんですよね。それは単なるお題目じゃなくて、まあ、半歩しか進んでませんけど、とにかくやりますと、私が総理総裁を続ければ必ず実現しますと言い続けることは、これは選挙に出てプラスですよ、そこはね。だからいろいろ岸田さんに相当計算はしてるとは思いますけど ね、 そこはね。訪朝に関しては石田氏が実現させたいと思ってるのは間違いないです、はい、私がいろんな情報を総合して現段階で言うと、行ける環境が整ってないと、要するにこのままだと、ね、帰ってから猛批判を受けるような内容の合意になっちゃうということでね、さすがに周りも行かせないでしょう、だからこの、まあ、野党の時の話をしましょうかね、野党を呼んで、4番を呼んでください。はい、野党規制法改正3点セット要求、補選全勝で政倫審申し立て、自民党の派閥政治資金パーティー収入記載事件を受けた政治資金規制法改正をめぐり、立憲民主、日本維新の会、共産、国民民主の4野党は国対委員長会談で連座制の強化、企業団体献金廃止、政策活動費全面開示の3点の実現を目指し、結束して論戦に臨む方針で一致した。岸田首相は今国会での改正実現を明言しており、与野党の論戦の行方は後半国会最大の焦点となる。これ、ついでに、じゃあ、れいちゃんごめんなさい、続くからいいや、一回切ります。これ有馬さんの3点セットでというのけど、なぜ外国人へのパーティー券販売禁止みたいなのがどうして入ってこないんですかね。そうですよね、自公のでも入ってこないです。だから野党だって嫌なわけでしょ、はっきり言って。だけど一番重要な部分は、僕はもうやっぱあそこだと思うんですよね。あれは20万を10万にするとかじゃなくて、禁止にしなきゃダメですよ。で、外国人からの献金と同じだから、お金もらうんだ、おっしゃる通りだと思います、ねえ、うん、それがどうして野党の中の要求にも入ってこないのかで不思議だと思うんですよね。これでは、こう共産党なんかはこういうのでやってるんでしょうけど、立憲なんかはだって労働組合から支援を受けてるわけですからね、はいはい、うん、そういうのどうするのかとか当然出てきますよね、まあ、いずれにしてもちょっと遅いとか、もっと早く
テンポよくやらないと、まあ、だから自公が今週中にまとめれば、うん、もうそれをもとにでやるんじゃないですか、うん、これでいくらやったってもうまとまらないから、はい、島さんいかがでしょう。外国人の献金ね、献金というのはパーティー券購入、はい、これ中国人が特に問題になるんです、はい、中国人で日本で活動してる人でね、はい、特定の政治家や派閥のパーティー券を買うと、これ中国共産党に報告せずにできるはずないんですよ。全然、うん、それはもう中国共産党が何らかの狙いを思ってね、ええ、そういうことをさせるわけですから、はい、当然全面禁止しないといけない。だから僕はね、一番けしからんというのは、宏池会がね、派閥として年間8回もやってね、岸田総理が個人としてで年間に7回もやってるんですよ。でその大部分で中国人と思われる外国人がパーティー券をどん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 買ってるっていう、しかもあれパーティー会場に行くと中国人がもう席まとめてドンっているんだものね、もう中国に支えられていますということを示しているようなもんじゃないですか。それで今回のこういう案の中にね、そういうものを禁止しましょうっていうのは案が入ってこないって、何や一体何やってるのかなっていう、まあ、先頭ですよね。世話会のよりもこっち の, その外国人の 方が悪質ですと思います、はい、あるそう思いますけど、ね、次ね、5と6を続けて読んでください。はい、立民維新共産が自民44人の政倫審出席を要求、審査会長に申し立て。立憲民主党と日本維新の会、共産党は自民党派閥のパーティー収入不記載事件を受けた衆院政治倫理審査会に出席していない自民議員44人の審査を求め、申し立て書を田中和則政倫審会長に提出した。衆院政倫審の野党筆頭幹事を務める立民の寺田学氏は記者団に、自民党として反省しているかどうかは今回の申し立てへの態度に現れる、見極めていきたいと述べた。自民政倫審70人審査要求に苦慮、拒めば国会運営に、屈すれば執行部へ不満。自民党が派閥の政治資金パーティー収入記載事件を受けた衆参両院の政治倫理審査会をめぐり、野党の攻勢に直面している。計70人以上の所属議員が審査を要求されており、出席の強制力はないが、拒めば後半国会の運営に悪影響を及ぼす可能性が高い。一方、圧力に屈すれば党内の不満が執行部に向かいかねず、難しい舵取りを強いられそうだ。これ有本さんね、40、まあ、4人だろうが70人だろうが同じだけど、そんなもの読んで延々と時間取ってどうするって言うんですか。何も出ませんよ、それもう捜査終わった、終わったやつだからね。もう修正も終わったわけでしょ。ということは野党側の狙いは、引っ張り出してきて写真を撮らせて、つまり標的にしてね、政治的に叩いてやろうという以外何者もないでしょ。そうですよ。特に真実を求めても そんな気は全然ないで、与党が応じないと分かってるわけだから、参与は分かんないけども分かってるわけだから、うん、いや与党、自民党は真相解明に消極的だっていうのを PR するため、うん、そう、そういうことですよね。それだけのことだと思いますけどね。それ以外何者もない、本当けしからんというか、もう無駄なこと、そんな時間があったらもっと他に重要な法案がまたたくさん残ってるから、だんだんこの会期末近づいてきたから、早くどんどん審議して重要法案を成立させないといけないですね。そうですよ。だから憲法改正、岸田さんはなんか国体に合うんじゃなくて憲法改正の指示をもっとし帰国してすぐしなきゃいけなかったわけです。そう思いますよね。確かに思いますよ、うん、そう思いますよね。僕ちょっとその中谷元さんが与党の人を感じて、そうなんだよ、俺が心配ですよね。おっしゃる、あれがもっと自衛隊員とは思えないぐらい優柔不断なやつだ。多くは名前も知らないような小物議員ずらずら40何も読んだって何も意味ないわけですよね。で今後の改革、政治改革につなげる意味で呼ぶっちゅうんだったら、まず外国人パーティー権問題、これ読んでギリギリやるべきはね、岸田首相ですよ。岸田氏を国会で呼ぶと、承認喚問でもいいしね、うん、それから政治活動、政務活動費ね、選挙活動費、これのね、何に使ったかよく分かんないっていう金額、非常に多いのが茂木幹事長ですよ、うん、そうですよ、ね、だからね、岸田、茂木の2人を読んでね、徹底的に攻めるべきですね、うんうん、はい、国民民主、新小池路線不発、衆院補選で敗北、見直し論浮上。国民民主党は衆院東京15区補欠選挙をめぐり、小池百合子東京都知事が擁立を主導した無所属候補を推薦し、公認並みの体制で臨んだが敗北した。小池氏の人気に乗じて推薦した候補を当選させ、党勢拡大の弾みとする狙いは不発に終わった形だ。
党内では執行部の責任は免れない各国関係者として新小池路線の見直し論も浮上している。成本先生注目。国民民主の玉木雄一郎代表、自民議席減へ立民と調整、次期衆院選めぐり。国民民主党の玉木雄一郎代表は次期衆院選をめぐり、千葉県内で立憲民主党との小選挙区候補の調整に前向きな姿勢を示した。自民党派閥のパーティー収入不記載事件を念頭に、自民の議席をできるだけ減らしてほしいとの国民の思いがある。連合千葉とも相談し、立民とよく調整したいと、同県市川市で記者団に述べた。多くの国民の批判が自民に向いている。新たな受け皿をしっかり作るとも強調した。成本先生です。玉木株暴落。本当ですよね、はい、そもそも東京15区であの人に乗っかっちゃったっていうのも不思議なことをやるなと思ったら案の定の惨敗なわけでしょ、うん、今度は立憲民主党と候補者調整ってなんだよそれはって、立憲に愚問に下ったのかよっていう話でしょ。で突っ張らかっているから存在感が認められてたのに、こんなことしたら立憲民主党のもう言いなりになるしかないじゃないですか、うん、本当ですよ、ね、え玉木代表これ辞任ですよこんなことやってるように、うん、これ読んだらなんか政策一流政局三流って書いてあった。本当そんなあれですよね、もうありえない。玉木さんいろいろ言ってるけど、うん、でも言ったことは事実じゃないですよ。立憲と調整したいんだってね、うん、本当ありえない。政治家としてやっぱりねそんな発言したら失格、うん、全くそう思います。やめた方がいいですよ。島田さんいかがでしょう、いかがでしょう。玉木氏ね、例えばガソリン税のトリガー条項をしっかりこう実行すべきだとかね、それから再エネ賦課金廃止に向けて動くべきだとかあるいは原子力潜水艦持つのも考えるべきだとか、ね、いいことも言っとるんだけれども、うん、結局今回の動き見ててね、腰がふらつきまくってる。ここまで腰がふらつくとどうもふらついとんだろうと思わざるを得ない、うん、だから東京中央区ね独自候補を立てようとしたんですよ、はい、それもまあいい加減な候補でね、で結局生活保護を不正受給してたという話で下ろさざるを得なくなって、で今度はとにかくここは小池さんにすり寄っとこうと、小池氏にすり寄ろうっていうそれだけですよね、うん、でも自民党も乙武氏に乗ってきそうだと、いやじゃあ自民党乗るなら嫌だとかね、自民党乗らないと決まったからじゃあ私たち乗ると、プラス決まってますよね、うん、まあ情けないっていうかね、まあ、玉木氏、まあ、有本さん言われてるようにね、まあ、暴落ですね玉木株ね。もう一つ瞑想中一心ですよね。じゃあ11、12と呼んでください。はい、有本先生注目。盤石の大阪でなぜ密かに敷かれた維新包囲網、公認敗北の大阪、大東市長選の舞台裏。拠点の大阪で盤石の強さを見せてきた地域政党大阪維新の会が4月の大阪府大東市長選で敗北を喫した。維新の公認候補を破った同市の元法令介護室課長大阪信子氏は連休明けから市政運営を本格的にスタート。政党推薦のない大阪市に敗れたことに維新党内では未だ動揺が大引く。維新隊長の兆しとも囁かれた選挙戦の舞台裏では次期衆院選も見据えた維新包囲網が築かれていた。有本先生、大阪では維新は公明党に勝つだろうけど奈良が足を引っ張っている。もう一つ有本先生注目。市長選の黒星続きで南極の維新、奈良メガソーラーは唐突と反発され伸び悩む支持。日本維新の会が南極に直面している。4月28日投開票の衆院補欠選挙では候補を擁立した2選挙区で敗退し、本拠地大阪以外の市長選でも黒星を重ねる。昨春の奈良県知事選で公認候補として初当選し、今月3日に就任1年を迎える山下知事は、維新ならではのスピード感で前知事時代の事業を見直す一方、メガソーラー整備への方針転換が唐突だとして反発を招き、波乱の県政運営が続いている。有本先生です。今回の計画を進めるにあたって、地元の同意や許認可を必要とする法令はございませんという奈良県知事、傲慢。これ書いたように、地元の同意や許認可を必要とする法令はございませんと言ったって、前知事時代から決まってたものをひっくり返したわけでしょ。当然それは法令に基づくものじゃない政治判断だとしても、
少なくとも それについては地元市町村長の全部同意取り付けてたわけですよ。だったらそれをもう一回一から全部やれ直さないと、そんなもんは認められないって怒るに決まってるじゃないですか。しかも防災拠点だったわけでしょ。そこをみんなメガソーラーを設置しなと全然意味が違うしさ。そうですね、ねえ、これは一心大きいと思いますよ。ここと兵庫もそうなんです。兵庫は別な問題でパワハラ、はい、県庁職員に対しての知事のパワハラがひどいというのである職員が告発をして、はい、でそれは知事がいや嘘800だとか言って停職3ヶ月みたいなね、はい、やったらどうもその職員が言ってることが正しいんじゃないかというのがいくつも出てきて、ね、なるほどだからこういう時は自民党は本当に地方の自民党だらしないの多いけどまさに問われてますよ、はい、奈良とか兵庫で、まあ、兵庫の場合は自民党も一緒になってねやったっていうところあるけれども、でミシンにやられてるわけだから、うん、こういうところで踏ん張らないと。そうですよね、うん、奈良もそうですよ、うん、はい、島さんいかがミシンの場合ね、創業者の橋本徹氏のね影を未だに引きずっとるっていうかね、はい、橋本氏エネルギー政策むちゃくちゃだったんですよ、はい、あの反原発にするよってね、うん、福井の原発全部止めろと言ったり、大阪の電気足りないとなったらすぐ福井の原発動かせと、で夏場の需要期が過ぎたらすぐ止めろと言ったりね、もうふざけんなっていう話で、福井県知事なんかもね激怒してましたけどね。でそしてそれと連携してですね、例の上海電力と結んでね、中国製のソーラーパネルをもうガンガン輸入すると、その中国共産党べったりという姿勢ね、そこ全然改めようという姿勢見られないですよね。そうですよね。だからこれじゃ統制拡大無理だしね、うん、統制拡大知ってもらって困りますよね、うん、で万博の大きいですよね。万博大きいですよ。結局何にも進まないどころかどん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 工期が遅れてるわけですよ、うん、いや赤字は誰が面倒見るのかって言ったら大阪府と大阪市で持ちますと言ってるけど持てないんですよ。それはあんだけ巨額な金額になってしまうとね、そうすると国民に税金みたいな形で全員が負担するみたいなことがおそらくなってくるんだろうと思いますけど、ならば最初から中止するか、あるいは1年間延期するとかね、うん、方法はあったはずなのに聞く耳を持たなかったです、ね。まあ、延期はできないってもう言い切って、まあね、これ万博の ね世界的な取り決めでって言いますけど、はい、未だに僕何のために万博やるのかよく分かんない。そうなんですよ、もともとはね。だからなんかワクワク感、万博ってなんとなくワクワク感があるじゃないですか、うん、それが今回の万博には全くないわけですよね、はい、その万博の後のカジノが先みたいな、なんかそのようなイメージが強いですよね。はい、中条九州は飛ばします。衆議院選挙14番をお願いします。はい、首相が可能性探っている国民民主玉木雄一郎代表、6月解散に言及。国民民主党の玉木雄一郎代表はラジオ日本の番組で、国会会期末の6月に岸田首相が衆院解散に踏み切る可能性があるとの見方を示した。多くの自民党議員は今は困るという感じだが、まだ今国会中の可能性を探っていると思うと述べた。次期衆院選での議席増に向け、準備は進んでいると強調した。まあ、玉木さんがどう言ったかというのはもうさっきの流れで言えばどうでもいいんだけど、ただ岸田総理が6月の通常国会会期末の内閣支援が出れば絶対に乗ると私も思うんですよ。9月まで伸ばしたところで9月の総裁選挙で岸田さんが再選される可能性は ほぼないですよ、そんなものは。だからそれくらいなら一か八かみたいにしてね、解散に打って出るというのは、まあ、岸田さんなりの論理ではあるけどさ、そっちの方がかえって筋通ってるかなと。だからあとどれくらい目減りをどのくらい低く抑えられるかどうかという勝負になってくるんでしょ。さすがに過半数あれを起こしちゃうと生き残るのは難しいかもしれないですけど、ね、うん、そうですね。当然可能性は探るでしょうけど、はいはい、あとは延長との絡みがどういうふうになるのか、そう、延長いうことです、ね。まあ、延長するかどうか、まあ一回だけですよね。そうですね、うん、だから郵政の時は55日、小泉さんのような迫力が岸田さんにあるかどうかっていうのは要注目だと。そういうことです、はい、島さんいかがでしょうか。これはまさに6月国会会期末を受けて解散しなかったらね、うん、加藤さん言われたようにタイミングないわけよね。で9月の総裁選で誰が岸田氏をね、うん、再選しようと思うんですか。あと、まあ、岸田氏の場合ね、自分が生き残るためにね、はい、愛する宏池会すらね、解散した人間ですよ。自民党なんかどうなってもいいわけですね、うん、だからこれはあの一か八か解散に打って出るんじゃないですかね、うん、僕はねずっと思ってるの、岸田さんはとにかく自分のことしか考えてないという、その論理からすると、ね、あの派閥解消というのを突然言い出したでしょ。宏池会ですら解消してしまう。
つまりね、岸田を下ろし引きずり下ろす勢力をもうその時点からそういうもんだというふうに狙い定めて派閥解消と言い出したんではないかと僕はもう疑ってるんですよ。岸田さんは自分さえ良ければ何だっていい人だから、うん、そうすると清和会を一方的にぶたたいたけどそれ以外のところもね派閥解消と言わせて今麻生派だけですから一応派閥名乗ってるのは、うん、他はもう全然ないですよね。みんな解散してしまいました、うん、ということは岸田おろしはないんですよ。好きなようにやれる、うん、で解散権は自分の専権事項になってるわけ、そうですね、ね、強いですよね解散権持ってるわけ、ね、小泉さんが強かったようにね。そうだと思うんですよ。だからまあとにかく頭の中には過半数割れさえなんとかしのげば続投する気ですから、それが厳しいと思いますけどね、まあ、意外と負けますよ。自公を合わせて80議席ぐらいは減る可能性は十分あります。このままだと負けると思います。岸田おろしは派閥解消してできませんけどね、9月の総裁選で岸田さんに票を入れようという議員、これまたほとんどいないわけよね。いないですよ。となったらもう一か八か解散という選択肢しかね、ないんじゃないですかね。そう思いますよ。まだ憲法改正のどういうふうにするかということですよね。はい、有本先生注目、党内で人気がないんだな、菅義偉がぽつりと漏らした石破茂、世論ナンバーワンでも総理総裁 NG なダメっぷり、衆院3小選挙区補欠選挙で自民党が全敗したことを受けて、岸田首相では次期総選挙は戦えないとの声が大勢となっている中、ポスト岸田の有力候補と見られているのが石破茂元幹事長だ。というのも報道各社の世論調査で次の首相として最も高いポイントを毎回出しているのが石破氏だからだ。だが世論調査とは対照的に党内でのあまりの人気のなさに石破氏を担ごうとした菅義偉前首相が諦めムードとなっている。有本先生です。石破人気があるなら島根であれだけ惨敗しないね。上川外相、逆風政権を下支え、ポスト岸田広がりは不透明。昨年9月の外相就任後の訪問国は延べ30カ国に上り、首相と二人三脚で経済外交を推進。次の首相にふさわしい人を尋ねる報道各社の世論調査でも、石破茂元幹事長や小泉進次郎元環境省に次ぐ3位に入る結果が出ている。党関係者は初の女性宰相として、刷新感のある上川氏を顔にすれば衆院選を乗り切れると指摘した。ただ、上川氏が所属した岸田派は解散を決め、上川氏を首相候補に担ごうとする具体的な動きも今のところ見られない。局面打開に向け、目先を変えたいとの思惑だけが先行しているのが実情だ。女性首相候補としては、高市早苗経済安全保障担当相、野田聖子元総務省らがライバルとなる。野田聖子はライバルにならないですよね。ただ高市がというのはまあそうでしょう。高市か上川かというのは、うん、僕は最終的にこの女性2人どっちかだと。で現状ではやっぱり上川の方が優勢だと思いますよ。要するに担ぎやすいから、中身ないから。で高市はやっぱりいろいろ理屈をこねるから嫌がられてるところありますよね。熱狂的な支持者はもちろんいるんでしょうけども、ね、それが大きな広がりを持つかというと、前回のように安倍さんが後ろで引っ張って支えてね、電話をかけまくって高市でいて、そんなことやってる人誰もいないわけですから、それはなかなか難しい。そうすると上川さんのぐらいの人が一番担ぎやすい。しかも女性、初の女性最初となると選挙戦戦うにはちょうどいいやみたいなね、ことはまあ十分考えられますよね。刷新感って、この党関係者はどういうつもりで言ってるのか分からないけど、刷新感はないですね、うん、それとその石破茂があって、石破茂そんなことは、あの世論調査の1位っていうのは本当に信じられないんだけど、誰が石破茂って書いてんのか。書いてんじゃなくて、あいうえお順だから、うん、だからね、最初に聞くからそれで覚えてるだけのことですよ。まあそんだけなんでしょうね、きっとね、うん、石破さんいかがでしょうか。総裁菅義偉で前首相がね、石破氏を担ごうとしてるって話は、実は私訪米中も同行した議員、ちょっと名前言いませんから、そういう動き実はあるというのを聞いたんですよね、これとんでもない話でね、うん、菅さんとしてはね、石破を気に入ってるわけじゃないんだけれども、はい、石破だと例の小石川連合でね、
菅さんが気に入ってる河野太郎とか小泉を重用するだろう、うん、そしたらこいつらがね次の次の候補として地方を固められると、うん、こういうことをね考えておられるというのが事実としたら、ね、これも菅さんは本当にね国益を極めて害する存在になってしまったなと、うん、ぜひ改めてほしいですけどね、うん、はい、立民衆院選擁立目標情報修正も泉代表200人で止めず、立憲民主党の泉代表は次期衆院選の候補者擁立目標として掲げる200人に関し情報修正もあり得るとの考えを示した。徳島市内で記者会見し、200人で打ち止めではない。全国の皆さんの期待は大きいと述べ、擁立作業を加速すると強調した。自民党に代わる選択肢を示す上で、空白区を減らすのが野党第一党としての使命だとも語った。どうですか、有本さん。どう政権交代という言葉にね、本当にみんな、もっと真剣に考えてる。どっかの調査で 48% もあったと。そうですし、FNN の調査でも 50% と。本当ね、空気で、雰囲気で決めないでほしいです、うん。悪夢のような民主党政権って安倍さんが言われたね、はい、があったのを皆さん忘れちゃってる。忘れてんですよ、もう、すっかりと。で、それよりも、その民主党の中でも悪い部分が残ってるのが立憲民主党ですから。はい、安保政策なんてめちゃくちゃですね、うん、それこそもう岸田政権が何か問題があるとかなんとかそれどころの話じゃないですよ、うん、立憲民主党は日米関係だって大変なことになるし、政権を担う覚悟も能力もないですからね。ないんです。そんなのの人数がこんないっぱい増えたらもう大変ですよ。はい、島さんいかがでしょうか。これ先日の東京15区の補選でもね、立憲民主党の候補に共産党が乗ってね、はい、で社民党も応援に駆けつけたり、はい、要するに左翼連合候補なんで、これねやっぱり一定の票を取るわけですよ。それ以上伸びないけれども、うん、でだから他の候補があんまり票を取れないとなると結局そこをガチッと組織固めとんでね、うん、当選してしまうと。しかも東京15区補選でいうと、まあ、酒井夏実っていうね、はい、助産師やってた方が出たんだけど、はいはいはい、一見のいい人風なんですよね。あの蓮舫とか辻元議員みたいにね、もう見た瞬間にこう嫌悪感を燃やさせるっていうそういうタイプじゃなくてね、でそういうちょっと穏やかそうな雰囲気の人を立ててね、実際は立民とか共産党の左翼組織票でしっかり票を固めると、こうなるとね結構議席取るんじゃないですか。でそれも最悪の候補が並ぶっていうんでね、うん、この酒井君の議員になった方は、うん公開討論会逃げたそうそうそう、まあ逃げたって言っていいでしょうね、うん、出席しなかったんですよ、調整がつかなかったみたいな説明してるけど、うん、結局ちゃんと説明もしないんですよ。だからね議論をそれこそ飯山さんなんかと戦わせてほしかったですよね。そうだそうだ、島さん、飯山さんは日本保守党の支部長を辞めたでしょ。どうする、次はもう出ないってことですか。いやまあこれは今ちょっと療養中なの、クズの党、翼の党とか称してますけど、この連中の非常に汚らわしいね、はい、大音量でのわーわー誹謗中傷ね、あれがちょっと今トラウマになってるということで、まあ、一旦降りましたけどもね、うん、まあ、今後どうなるか分かりませんけどね。はい、はい、では時間が来ましたのでここまでしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、次26番選挙妨害26ですね。はい、お願いします。はい、島田先生注目、江東区で記者が目撃した選挙妨害騒ぎの阿鼻叫喚。選挙カーで他候補者を追いかけ回す、他候補者が演説する最中に電話ボックスによじ登り声をかぶせるようにマイクで大声を出す。自民党が候補者を擁立せず9人の候補者が乱立して繰り広げられた激しい戦いの裏側ではある陣営による妨害行為も注目を集めた。命の危険を感じるような場面もあった。これまでに経験したことがない選挙妨害が発生している。候補者の乙武氏を支援した東京都の小池百合子知事はそう憤りをあらわにした。補選の投票が終了した直後の4月28日夜には、政治団体翼の党から出馬した根本良介氏や黒川敦彦代表らが、候補者の街頭演説を妨害した公選法違反の疑いがあるとして、警視庁から警告を受けていたことが報じられた。島田先生です。最も論外なのは、選挙秩序維持の責務を負う行政の長、岸田首相の各党各会派で議論してという無責任答弁。飯山かり氏が心的障害をきたしたと聞いても、
人ごと、あるいは日本保守党ならどうでもいいが岸田流受け止めなのだろう。クズが増長するのも無理はない。この前の東京、島さんも最後の応援演説入られましたけど、その時もどうなんですか、妨害とかあったんですか。実はその時は、ね、最初私が応援するというね、予定されてた場所、そこは結構人が集まれるスペースあるんですよ、はい、ところがそこにね、クズのと、うん、この連中らが、ね、情報を得て向かってるという話が来たんでね、現場から、はい、急遽ね、連中が来たところでやるとね、まだわーかぶせてきてね、やりよるわけですよ、うん、だから急遽の赤札堂前っていうね、まあ、スーパーの前に場所を変えて、そこはやっぱあの営業中のスーパーの前だから場所も開けないといけないしね、出入り口とか、はい、そんな人は集まれないんですよ。でそこでまあ私やってね、だから妨害来なかったけれども、その分聴衆の数は減ったわけで、ね、だから結局こういうことやるとね、まあ、次のあれに絡んでくるんでね、その時言いますけれども、うん、そういう妨害されても必ず投票に行くという組織票を持ってるとこがね、有利になるんですよ、うん、ですよね、うん、で今回の目に余る候補者と称する妨害者ですよね。これ選挙運動じゃなくて単純に他候補を全部妨害してるわけですから、これはだから公選法違反、選挙の自由妨害に当たるということを警察に判断任せちゃダメですよ。警察は上から言われないと動かない組織だから、総理なりあるいは大臣がね、総務大臣が大臣としてこれは明らかに公選法違反であり、こういうものは厳しく検挙していくという方針を言わないと、それじゃないと警察動けないんですよ。これ東京の治安を預かるのは警視庁ですけれども、はい、そのトップの警視総監の人事権を持っているのは総理大臣なんですよ、はい、都知事じゃないんです、はい、だからこう首相がね、これとんでもないやつが現に出てきた、はい、そしたらね、すぐにね、俺が責任取るからあれバシッと取り締まれと言うべきなんですよね、これはそう、警視総監に対してね、うん、それやらなかったらお前クビにするんだと、人事権持ってるんだから、うんうん、それとね、小池都知事もね、この事態を受けてね、まあ、小池氏自身もやられたわけだけれども、これは有事だと言ってるんですよ。有事だからね、どうしたらいいか、こう法整備考えてほしいと。これおかしいでしょ。有事だったら臨機応変にね、首都を預かってる立場としてはね、何とかしないといけないですよね、うん、それ岸田氏に対してあんた命令しなさいと、警視総監にと言うなりなんなり、だから有事だと言いながら何もしないっちゃうね、うん、だからもうトップリーダーたち、首相にしてもね、都知事にしても、まあ、その任にあらずってことですよね、うん、そういうことですよね。はい、有本さんどうですか。いや、これも僕住民でですね、結局遊説を見に行こうとしてても、当初は日程が出てたんだけど、途中から皆さんね、各候補出さなくなっちゃうね、うん、でこれどうぞいうことなんですよ。で、こちらがそれ嗅ぎつけていくわけですからね、うん、だからこれメディアもおかしくて、はい、って言いながら選挙期間中は報じなかったんです。産経新聞ちらっと報じたぐらいでですね、うん、テレビ局なんて全然選挙終わったらやったんですけど、うん、選挙期間中にはなんで報じないのか、こんなに問題で実際に映像撮ってるんですよ。やんなきゃいけないと思いますけどね、うん、それは公選法のね、こうその公平性に違反するかなんかっていうのを自主規制しちゃってるわけですよ。おかしな話だと思います。で、この根本というやつね、これまあ私は迷惑系法末候補ですけども、うん、当選する気なんか全くないんですよ。票ぐらいしか入ってないしね、うん、でわーわーやってね、そこを YouTube なんかで撮ってビューアー数稼ごうとかね、そしてね、実際映像とか見ると29歳なんですよ、こいつまだ。それが百田さんとか有本香織さんとか飯山さんとか、ずっと年上の人たちに対して呼び捨てでね、やっとるわけですよ。でヘイヘイヘイとかいうの変なラップ調のあれで邪魔したりね、本当これクズなんですよ、根元から腐ったクズと。こういうのを聞いてる一般の人たち、あるいは子供たちが聞いてもね、はい、これ飯山さんだけじゃなくてね、心的障害を受けても不思議じゃないんですよ、うん、なんでそれ警察取り締まらないんだよ。首相がね、やっぱり命じないといけないんですよね。すぐに対応しろって責任は俺が取る。おっしゃ、これはいろいろな方が、説明しているんですけれども、ここですね。一方で6月解散した場合の取材をもとにした独自の議席予想を紹介。自民261から198、公明32から22、自公計220で過半数233を割り込む数字だから、自公内から絶対やるのはとんでもないっていう声が出ているという記事になります。どうもありがとうございます。ですが岸田さんはみんな言うんですね、何を考えているかわからない、突然とんでもないことを言い始める。だから本当に6月破れかぶれ解散それでもやると、逆に言えば自分に従わない面々が落っこってもいいと、ある意味の粛清選挙で過半数割っても日本維新の会や国民民主党と新たな連携加えればいいと、それで政権維持できるということも一方で考えている。
と同時に高官言われてますけれども、日朝首脳会談、金正恩氏との会談をやれば劇的に支持率が上がると、それでもう歴史的な会談になるだろうと、そうすれば解散に踏み切れると。今度岸田さんのです、周囲にですね、新聞記者、親しい記者たちにどういうことを言っているのかという中身が少し漏れています。俗に言うオフレココンメモというやつなんですけれども、その中のことを一ついくつか紹介したいと思います。僕が見せられたものですけれども、日朝首脳会談については金正恩と俺の二人だけで決める話だと、周りは関係ないと、外務省筋がいろんなリークしてるけど関係ないと、会ってやるしかないんだということを言っている。さらに自民党派閥の裏金事件で岸田さん率いる宏池会の会計責任者が起訴されたと。そのことについて茂木幹事長が読売新聞にリークして、首相の責任もというような記事を書かせたと。それを知った時に岸田さん何言っているかというと、茂木のことは許さんと、そうだろうっていうようなことを言っていたと。岸田首相って俺って言うんですね、親しい人の中ではね。そして最近どういうことを言い始めたかというと、安倍さんを自分は超えたというようなことを言い始めてるんですね。でその一番のポイントというか焦点になったのが、先月行われた訪米 国賓訪米ですね。そこで日米首脳会談を行った、アメリカ上下院合同議会で演説をやった、そのことに触れて、安倍さんは確かに歴史的な演説を行ったと、だけど過去のことを言ったんだと、で自分は日米関係の未来のことについて触れたんだと、これは俺だけがやれたことなんだと、だから16回もスタンディングオベーションが起きたんだということを言ってるわけですね。そしてそれと合わせるように、官邸筋からは、安倍元首相にできないことをやった、実現した、それが岸田さんだっていうことを一生懸命吹聴して新聞記者に書かせようとしているんですね。でちょっと驚いたのは、先日麻生副総裁がトランプさんとね、ニューヨークで1時間会談しました。その時にも麻生さんは似たようなことを言っているんですね。それはどういうことかというと、トランプ氏がとにかく心臓は私の友達だと、素晴らしい人間だった、あんな人はいないんだということを続けていくと、麻生さん突然言うんですね、岸田首相もよろしくお願いします。そうするとトランプ氏は、心臓は素晴らしい人間だけど岸田ってどういう人間なんだと聞いたらしいんですね。そうしたところ、麻生さんが言ったセリフは、防衛費の増額であったり安全保障問題などで安倍氏ができなかったことを決断し実現した総理ですと、すごいアピールしたわけですね。それに対してトランプ氏は、そうなのかと、だったら岸田によろしく伝えておいてくれということを言った。つまり季節して安倍さんを超えたというようなことをなぜか急にアピールしているわけですね。でそれは安倍派が、清和会が崩壊してなくなったから誰も文句言わないという前提に立っているわけですね。今これでみんなが文句を言わないんだったら、場合によっては9月も再選できるという方向と、6月そういった外交上の日朝首脳会談も含めて、できれば6月末解散、7月選挙、まあ、日程上相当厳しいですけどもやろうとしている。誰も岸田さんの心を読めないんですね。というのはもう誰も岸田さんのスタッフが周りにいない、アドバイザーがいない。でさらに驚くことに、よく皆さん分かっていただきたいのは、岸田さんは最初聞く力を持っている男だと、皆さんの声を聞くんだというようなことをアピールしてましたけど、全く嘘です。というのは自民党幹部関係者の間で有名な話ですけれども、岸田さんが困ったと言って訪ねてきて、教えてくださいと言って話をいろいろ聞いていくと、それは素晴らしいと言って帰っていく。そしてまた違うとこ行って同じことをやる、また違うとこ行って同じことをやる。みんなやるって言ってるからやるかなと思ったら全然やらない。つまり岸田さんの力というのは、聞いているふりをする力、聞き流して平然としている岸田総理なわけですね。その総理が派閥解消の時もそうだったんですけれども、結局どういうことをやったかというと、国民がどういう声を上げているか、どうやれば人気取れるか、どうやれば延命できるか、それでいきなり派閥解消、俺が決めたんだからいいだろうと。で自民党はもうものすごい大混乱に陥っていくわけです。ですけど派閥が解消されたということで、もう誰も岸田さんに面と向かって文句言えない、あるいは
このままじゃダメだということで岸田さんを下ろして新しい体制を整えようということもできない、もう本当に独裁体制に入っているというふうに指摘していいと思います。で、皆さんに分かっていただきたいのは、例えば自民党政治を変える政治不信、ここまで国民に政治不信を植えてしまった、だから自民党を変える党刷新会議というのを作ってますけれども、その座談会の席で党員から自民党員だというのは恥ずかしいと、あるいは執行部全てを刷新して切り替えてくれというような声を聞きながら、岸田さんは何を言ったかというと、党員の方からです、要は総裁も役員も変わって全て変えてくれというような陳情を受けた後に彼が言うセリフはですね、分かりましたと、皆さんの気持ちを十分に聞いて、そして私が先頭に立って党改革を行います、全く人の話を聞いていないんですね。ですからその人が決断、勝手に決断して何をしでかすか分からない、その何をしでかすか分からないというのが一番極端に鮮明に出たのが、この間の国賓待遇で行ったアメリカバイデン政権とのグローバルパートナー宣言だったと思います。これで日本は世界の果てまでアメリカの肩代わりをするという約束をしたと同時に、ウクライナ支援を含めて無限 ATM のね、そういった役割を勝手に引き受けてしまった、自衛隊の世界の派遣ということで考えれば憲法改正をしなければいけない、それを全く無視してリップサービスどころか国際公約をしたことになるんですね。それで冒頭の話に戻りますけれども、なぜ安倍元総理が最初は後継者と思っていたけれども、岸田外相のいろんなものを見て岸田さんはダメだと、岸田君にはちょっと総理は私ではダメだということで違う人、高市早苗さんだったり菅さんを推した、その理由はこの暴走にあるわけですね。だから安倍さんはそれを見ていたということです。それと同時に非常に言ってることが辻褄が合わない、矛盾だらけ、それをちょっと指摘したいと思います。9番よろしくお願いします。これも皆さんいろんな方々が言ったニュースでご承知だと思います。バイデン大統領がです、5月1日ワシントンで行われた選挙資金集めのパーティーイベントでスピーチをして、日本は排外主義的だと批判した、中国とロシアと一緒に日本はだからダメなんだと、だから移民政策できない、だから経済も含めて苦境に陥っていると、ダメな国なんだと、排外主義的なんだというふうに批判したわけですね。それに対して日本側は正確な認識に基づいていない、抗議しています。10番よろしくお願いします。林芳正官房長官は7日の記者会見で、バイデン大統領が日本経済が低調なのは外国人嫌いのためだと発言したということに関して、日本の政策に対する正確な理解に基づかない発言で残念だと、アメリカには日本の考えや政策を改めて説明したと言ったわけですね。それで11番お願いいたします。このね、発言がいかにおかしいかということをちょっとやりたいんですが、そういうふうなことを、ね、バイデン大統領がそういうふうに移民政策で失敗している、それはなぜか、だから経済がダメなんだ、発展しないんだ、そして排外主義をやっている、外国人いじめをやっているということを言ったことに対して、それは違うということで正式に抗議というか、林官房長官も言ってるわけですね。ところが2月5日にこれを見ていただきたいんですけれども、まあ、タイトル 大炎上した岸田首相、共生社会メッセージ第2の河野談話になりかねないということで書いてますけれども、で要は何を言ったかというと、ここにいる官邸が発表したダイジェストを僕持っているんですが、ちょっとお話しさせていただくと、残念ながら我が国においては雇用や入居などの場面やインターネット上において外国人、障害のある人、アイヌの人々、性的マイノリティの人々などが不当な差別を受ける事案を耳にすることも少なくないと。で、近年外国にルーツを有する人々が特定の民族や国籍等に属していることを理由として不当な差別的言動を受ける事案や偏見等により放火や名誉毀損等の犯罪被害まで遭う事案が発生しており、次は自分が被害に遭うのではないかと日々恐怖を感じながら生活することを余儀なくされている方々もおられます。これ岸田総理がです、世界に向けて発信したビデオメッセージなんですね。明確に自分で日本国は外国人いじめ、共生社会なんかできない、移民をダメなんだと、こういうふうにいじめてるんだというようなことを自分で喋ってるんですね。となると5月1日に行われたバイデン大統領が
排外主義的で移民も受け入れない、だから日本はダメなんだというふうに指摘したことは正しいってことになるじゃないですか。それに対して日本政府は正しい理解がないというふうに申し入れた。林官房長官は今皆さんにご覧になっていただいたように7日堂々とこういうふうに反論してるんですが、岸田首相自らが喋ってるじゃないですか。いかにこの岸田政権がデタラメかと同時に、もっとひどいのはこの岸田首相は平然と嘘をつける人間なのかということを僕は指摘したいと思います。そしてさらによくよく考えなきゃいけないことは、バイデン大統領ちょっと81歳ということで、この選挙期間中の演説の中においても相当ボケた発言をしていて、亡くなった方を生きているように呼びかけてみたり、あるいはこの間何々大統領に会ったっつって全然関係ない間違った名前を言ったりです、いろんな失言ボケ発言があります。しかしです、一つだけずっとバイデン大統領の発言あるいはアメリカ側の対応っていうことを見ていくとです、実はそういうふうに日本に対して厳しいことを言う、あるいはその本音が漏れてしまった時というのはです、実は新たな日本に対する要求ということを考えているっていうケースが多々あります。で、今回の案件も実はそうです。実はウクライナ支援で無限 ATM として岸田首相をうまく使った、あるいは言うことを聞くような形にした、で岸田首相はアメリカの言いなりになった、さらに大きな要求をバイデン政権はしようとして、今週の小池都知事、はい、コメンテーターかっていうぐらいウォッチャーですね。で、今日実は文藝春秋がこれが発売をされましてですね、はいはいはい、小池さんの友達であったり部下だったりする皆様が、はい、海老大卒小池百合子の新刊っていうのが発売になりました。政治評論家の田崎史郎さんと奥谷玲子さんですね、ザ・アール、まあ、ジャル出身だと記憶してますけど、あとは、まあ、何度も私も話してますがクビにされました澤明さんで、なかなか面白く読ませていただいたので、それでちょっと駅乗り越しましてギリギリになりまして失礼しました。夢中になっておっしゃったんですか。はい、そうでしたか、はいはい、最初の記事ですが上田さんのですね、はい、独自海老大学長への百合子約束も虚偽という記事ですけれども、都政と全く関係ない海老大学に対する協力無償援助拡大声明について、都政予算のどの事業に計上されているのか確認していた。本日当該事業は存在しないことが判明とすると、海老大にも嘘をついたことにつけは自分で払ってくださいということですね。はい、たびたび今浅川義弘さんは実際に海老大に出たジャーナリストの方がいて、海老大に出た、はいはいはい、留学をされて、あ、ちょっと政情不安定なところでいろいろあって逮捕されたりしながら、まあ、命からがら日本に戻ってきたジャーナリストの浅川先生と、まあ、ツイッター通常でやり取りをさせていただいていて、そもそもがこの下の方の浅川さんのツイートなんですけれども、このアラビア語でこれは東京都の方からもこういうふうに視察を行ってきましたと、で国際教育交流をしましょうみたいな感じでふわっと東京都の方のホームページは載っているんですけれども、そのアラビア語放送の方においては海老大に対する協力拡大をもう約束してきちゃっているということです。でこれまでは今私ちょっと画像を送ってますけれども、令和たびたびすいませんがで令和5年から急にエジプトや中東諸国に都立高生の海外交流事業ということで6億円とそれから9億円ですね、15億円の援助が出ております。それで英米よりもとにかくアラブ首長国エジプトマレーシアが95名とか破格の扱いになってるんですね、うん、去年今年と。でこれ以外あるんですかって聞いたんですが、実際はこのどうもから約束してきたものは今のところは計上してないってことが、浅川さんがやっぱり向こうのエジプトの放送でああいうふうにどうもエジプトというかアラブ諸国の既成事実化して言ってるからよろしくねっていうようなメタメッセージがどうもあると、あちらのこうなんていうんですか、公式なものっていうのはですね、公式なニュースにするものっていうので、これ言ったのがまた日程出てきますか、すいませんね、令和4年の11月5日なので2年前だったので、おそらく
私はなんとなくもしかして国政に何かしらの取っかかり、自分の子分がどこかで当選するとか何かそういったものか、あるいは自分もあわよくばという中で、やっぱり300億円彼女の国会議員時代は援助しておりますので、それをもう一回というようなカラー約束を切ってきたんだろうと思いますが、まあご承知のような今状況になってきてしまって、2年前の約束は果たしてどうするのかと、アラブ社会はね、カラ約束とかカラ手話と許すわけはないだろうなと思いましたんで、ツケをツケは自分で払ってくださいね、都民の税金使わないでちょうだいねっていうことでちょっとシェアさせてもらって、これを見るとアラブ諸国に対する援助とか協力じゃなくて、カイロ大学って極めて具体的に言ってるしね。そうなんです、うん、でそんなワシントン DC が東京大学だけに、慶応大学だけに、特定の大学だけにってちょっとしてないですよね。スロッショーやね、州知事がね、これは本当に変な話ですよね。しかし、まあ、そういう具体的なこの無償援助をするというような事業は存在していない、カラー約束だった可能性がある。カラー約束を今後どうやっていくのかと、さすがに東京都で300億円のバジェットで回路代だけには出せませんしね、まあ、それは ODA なんですけどね、国会議員時代の助をどういうふうに支払っていくのだろうと。で一応回路代は卒業したと証明してくれちゃっておりますから、もういつなの、まだなのっていうね、もう清さんじゃないですけど、都一の催促じゃないですけどね、うちなんか請求書来たりして、ね、請求書になんか卒業証明書代とかって書いてね、そういう一回じゃ済まないんですねと思ったんです。これもう300億国会議員時代やったじゃない、じゃないんですよ、選挙のたびに請求が回ってくるんじゃないかと。それよっぽどの弱みですよ ね。でそんな弱みを中東社会の方々に握られたら、うん、もう絶対にそんなのね、粋、うんうん、に計らってじゃあもういいよなんてことはありえない、ありえないでしょうね。どんどん金利がかさんでるんじゃないでしょうかね、はい、もう一つ言ってみましょう。上田さんの X ですが、ユリコ初当選直後の表明、2016年8月です。2016年ですか。そうですね、はい、女性も男性も子どもも高齢者も障害者も生き生き生活できる、活躍できる、多様性を持った都市である、ダイバーシティってどう発音するんでしたか。ダイバーシティ大嘘だった件ということですね、はい、これがちょっと記事の方出してもらってもいいですか。車椅子を公安局の方がですね、女性を断ってしまったということでございまして、記事になっているんですよね、うん、だからその時思いついて、その後はもう普通のこれが本当にやりたいとなったら、交通局だろうと公安局だろうと、建設局だ、動物園とかありますから、動物園待ったんですよ。やっぱり障害のあるお子さんとか聴覚障害のお子さんが並んでって言っても先に入れるんだけど、そのアナウンスを口頭でやってると聞こえないじゃないですか、うんうん、だから看板を出すなり、これを出せって私はそれをねお願いしたこともあるんですが、そのダイバーシティが絶対やるんだと、3つのセリーって言ってるんだから、そしたらもうつつうらうらうら、もう8年やってるんだから、もう末端に至るまでじろりと目を向けて首ポンポン飛ばして、そういうことで脅くんじゃなくて、この障害者の方に不利益なことしたら容赦しないわよっていうのが本当の怖い知事だと思うんですけ ど、もう関心がないので、うん、こんな状況になっております、うん、なるほどね。しかし増村さん、これ高齢者の方とかあるいはまあ障害を持った方に対して優しい、つまりまあバリアフリーって言葉、はい、バリアフリーどう発音するというふうな配慮するというのはですね、はい、それは普通に行われることであって、先進国であればですね、で別にダイバーシティっていう概念とは違うと思いますけどね、全然意味が違うと思うんですけどね、この辺いかがですか。そうですね、何でしょうまあ、僕はちょっと今回はカレー事件のことで詳しくはちょっと述べられないんですけども、はい、そうですよね、いやいや、ご遠慮なく。小池さんの件に関してはやっぱりちょっとの報道を見てる限りはちょっと説明不足のところが、とにかく3つのシティとか7つのゼロとか、はい、なんかそういう言葉遊びをしているうちに何やりたいんだか分かんなくなって、そこに紐づいているなんていうんですか、事業が必ずあるんですよ、もう2000もあるんですよ、細かくしていくと。それはおそらく頭に入っていないんで、頭に入っていれば8年やってりゃもう大丈夫、乗っけてるちゃんと。そうですよね。あと一番すごかったのが、緊急事態宣言を、まあ、バッハさんとネゴシエーションしてオリパラの延期を決まるまではずっと黙ってたんですけれども、はいはいはい、バッハさんからもね、受けてたわっていうことで突然オーバーシュートの緊急事態とか言って、ゆりこなりの緊急事態宣言した時にダイバーシティなはずなのに手話がついてなかったんですよ。さすがに私はその時は
実は私携帯知ってるんでショートメールで先生手話つけてくださいよ、みんなもスーパーに殺到してるんですから、そのオーバーシュートだとかね言ってるわけですから、感染爆発の重大危機なんて言ってるんで、だからやっぱり頭にないんですよ、うん、その時に返事で手話って答えてきたら本当にね、というわけで池田隆翔さんなんですが、この動画を見ればいかに小池百合子氏が都民をバカにしているかよくわかる、カイロ大学卒業の追及質問をことごとく局長に答弁させ、自分は無視、これが許されるなら議会不要、カイロ大学卒業に関する趣旨の質問に一切答えない議会無視の態度を理由に不信任案提出を、すべてはそこからというふうに伝えてますね、はい、前回不信任案を私は提出をしたんですが、まあ、今ブームになってるからみんなわば他の会派もやり始めましたけど、私だけでした不信任案提出して、で共産党ですらも不信任案は反対でしたよ、今ブームになったから100万年前から百合子氏この人なんかは都民ファーストから、除名されたんですね、私は離党したんですけども、だから2期目の選挙はもう百合子が応援してもらってやっているというような中で、まあ、今そういうブームになってきたのはいいんですけれども、答弁拒否も私が最も多いかなと思っております、うん、フスファで答えてくださいって言った、フスファって文言体なんですけどね、アラビア語のでここで言っても誰もわからないって言って、また1年じーっと待ってね、一遍しかいっぱいしますけど、フスファでねわかんないならアンミーヤでお答えの上日本語で答えてください、それももう答えないっていうようなことをずっとずっと繰り返しておりまして、でも私も不信任案は出すということは宣言しております。今回は皆さん乗るんじゃないんですか、自民党公明自公都民ファースト以外は、うん、いや平井さん、このカイロ大学卒業に関する追及というのは、まあ、全くその本人に対する追及じゃないですか、ええ、でそれを局長に答弁させるっていうのはこんなこと許されるのかな、おかしいですよね、でやはりこれは本人がきっちりと本人のことなんで、卒業したかどうかと、卒業したならエビデンス出せっていう話なんで、それは局長が答える話じゃないですね、局長関係ない関係ないですよ ねで、その件では私は、うん、この間の私の2月末の質問では、都民ファーストの都議が都民ファーストの会から寄付を受けていたんですね、それについてこれは都民ファースト版キックバックですかって聞いたらば、やっぱり局長がのこのこ出てきて、これまでにお答えした通りって言ったんですけども、これまでお答えしてないんですよ、今送ったんですよ、キックバックの議員一覧も金額も全部収支報告、私チーム上田玲子で洗って、で3年分しか載ってないんですけれども、すごいコロナがあったのが幸か不幸か彼らの読み間違いなんで、あのコロナの年だけキックバックというか都民ファーストの会の政治団体から都議への寄付がないってことは、コロナの年は政治資金パーティーをやってないんですね、都民ファーストの会は。こちらがこちら千代田区長になった一番もらってるのは727万円と、でこれを聞いたんですけれども答えない、だってこれはまさに政治マターのことなんで、うん、行政庁 の二元代表制ですから、行政トップの局長が答えていいのかということで、回答義務のある請願書、請願要望っていうんですか、答えると、過去に答えたっていう議事録出せって言っても未だに出てきてません。でその局長、私のせいじゃないと思うんですけど、3月末に退職しちゃったんですそうなんで、うん、太陽光パネルをぐいぐい進めてきた環境局長がその座に、政策企画局長で官房トップですよ、内大臣というのか右大臣というんですか、そんなところに太陽光パネルをぐいぐい進めてきた、わやったんでしょ、知事の。もうこれね、中国企業からのねお金の動きっていうのを絶対チェックしなきゃいけなくて、うん、ね、中国の太陽光パネルメーカーが義務化によってものすごい金銭的メリットを得るわけであって、これをですね強力に推進したということはなぜか裏があるはずなんですよ。多分それはお金の問題だろうと思うんですけどね、ここは徹底的に調べる必要ありますね。はいはい、ですので、そんな人を副知事にしちゃってるわけですから、政策企画局長、要するにもね、うん、官房トップで知事がね、トップに据えちゃってるから、新エネどんどんやるわよっていうことなのかなと思って、うん、警戒心を持っております。これはね、はっきりと再エネ賦課金にも跳ね返ってくる話なんで、これはねしっかり追及しないといけないんですよ。今ねものすごい今再エネ賦課金の話をしてるんですけど、我々が東京電力に払うお金っていうのは2つから構成されていて、うん、1つは電気料金、僕らが作った電気料金、もう1つは何かって言ったら太陽光パネル風力パネル業者への贈与、
これを再エネ賦課金って言うんですけど、それを上乗せさせられて東京電力に払ってると。だから再エネ発電業者っていうのは何の企業努力もしなくてもお金がカッパカッパ電気利用者から強制徴収されたものが東京電力とか関西電力を経由して懐に入ると。あと東京都は風車にね、あの風力発電に10億資金調達で東京都が喜んで10億お渡ししちゃってる。それでね、ここがだから仮にですよ、風力発電の一番問題点はあの風車から出る超低周波によって健康被害が出るってヨーロッパで報道されてるんですよね、はい、これがもしもですよ、日本でこれが実証されてです、住民による損害賠償訴訟と。そうすると風力発電をやってる会社って全部合同会社で資本金100万ぐらいでやってて、潰していつでも逃げられるようになってるわけ、そういう設計をしてるわけですよ、うん、だからそれが潰して逃げた場合に何が、だから再エネ賦課金だけ合同会社でカッパカッパもらってそれを配当かなんかで吸い上げて儲けて、でやばくなったら会社潰して逃げると、うんうん、そうすると今度あの風車の撤去費用って結局破産になると破産管財人がやってきて裁判所から、うん、それであの財産の管理処分をするんですけど、これ多分野ざらしですよ。そうしたらなんか錆びついたオブジェみたいな風車が沖合にこうポンポンポンって見えてポンポンポンと風で見とか宮崎駿のこう世界みたいなね、天空の城の、そうそう、そう、そういうことになりますよ、ね、出資と運用が事実上同じ会社なんですよ、これ絶対利益相反、そのお父さんっていう人は今出資と運営のやる会社のお父さんって人が調理ってとこに長年勤めていて、中国本土でレアメタルか何かの商売といいますか、中国長かった人なんですね、そこをまたぜひぜひちょっと追求してて、はい、だいたい平井さん、再エネ賦課金の仕組みからするとですね、電力会社もですね、東電にせよ関電にせよですね、はい、その調達コストを下げようという努力しないでしょ、しませんね。で本来であるならば、まあ、再エネの分野からでもですね、いかに調達コスト、つまり安く仕入れるかという努力しなきゃいけない、ところが再エネ賦課金になったら知ったこっちゃないと、うん、そうです、うん、だって再エネ賦課金がね、やっぱり結局再エネが増えれば増えるほど太陽光発電所が増えたり風力が増えたり、増えれば増えるほど再エネ賦課金って上がるわけです。それがだからおかしいよね。おかしいんですよ。おかしいでしょ。増えたコスト下がってなきゃいけないでしょ。そう、本当はね、うん、そうしなきゃいけないのにそれを やらないわけですよ。だからこれね、ちょっとスクリーン出してくれます。ごめんなさい。こういうことになってるわけです。今私が口頭で申し上げたのは。贈与なんですよ、ね。贈与なんですよ、ね。で、なんで我々が強制的に電気代と一緒に徴収されて再エネのね、太陽光発電業者とか風力発電業者に贈与しなきゃいけないのかと。これはね、本当に問題の大きい、いやもう本当に間抜けな政策ですよね。だからやっぱりね、民主党のね、悪夢の民主党政権、菅直人と秋菅直人と清少孫正義がやったことです、うん、これ40円決まった時もドイツがね、もっと高いなんてね、デマ言って、それで40円になった経緯があって、本当はドイツはもっと安かったんですよね。本当嘘ですよ、ね、いい加減悪夢から冷めたいですよね。本当そうですよ、もうひどい話です。いきたいと思います。さあ、今週のアングリー平井です。はい、平井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、今日の午前中なんですけど、セキュリティクリアランス法案が参議院で可決成立しましたので、これについていろいろな、まあ、流言飛語も飛び交ってますんで、特定機密保護法の時のようにですね、じゃあ何が正しいのかを、解説をしたいと思います。じゃあですね、早速じゃあスライドからいきましょう。はい、これがですね、社民党のホームページなんですね。で、2月28日の福島党首会見、これは1億総身辺調査法だ、機密保護法大改悪法案を厳しく批判って書いてある。一応この辺からね、もうあの流言飛語風説の流布デマ流し、こんな 99.9% の人関係ないですよね。関係ないです。だからね、この人はね、自分の主張を通すために平気で嘘つく、息を吐くように嘘つくんですよ、これはね、はっきり言って。東京都知事もいますけど、一応都市なんで、東大卒の弁護士なんでしょ。ね、だから東大法学部の弁護士がね、こういうあの法案も読めないのということなんですよね。で、じゃあそれが何がこうが、ね、風説の流布なのかということをちょっと話をしていきますが、このセキュリティクリアランス制度っては何かっていうと、当然あの G7 では日本以外には全部あってですね、国家における情報保全措置なんですよね。
それでどういうことかというと、日本政府が保有している安全保障上重要な情報として指定された情報、これは安全保障上重要なんだよっていう、これを情報、これはですね、重要経済安全情報っていうんですけど、これにアクセスする必要がある人ですね。でこれは政府職員と今回は民間事業者の、まあ、一部アクセスする必要があるもののうち、情報を漏らす恐れがないという信頼性を確認した人たちの間で取り扱いましょうという制度なんですよ。まずですね、これから説明していきますけど、セキュリティクリアランスっていうのは、自分がまず必要があること、そしてかつ手を挙げないとその審査に入らないよ。だから1億総身辺調査なんてのは 100% 起こらない。これこんなこと言ったら黙っていつの間にか調べてるみたいに聞こえますよね。で本当にね、こういうことを言うのがあの人たちですよね。根拠のないことをね。でもなんかコピーライターの才能あるのかなって、プロのコピーライターが作ってるんじゃないこれ。買ってるかもしれませんよね。だから最初の、ね、社民党の福島みずほ議員がこれは1億総身辺調査法だと発言したことは彼女の名誉のために事実誤認か風説の流布だということなんですよ。平井さん、ここまで来て法案も出てるんだから、ね、事実誤認ってありえない。誤認ですね。誤認ありえない。ありえない。法案読んでたらね。ね、まあ、そういう制度なんですね。だから、まあ、国がこの人は必要の、国の機密情報にアクセスする必要がある人で、かつ手を挙げた人を審査して、あ、この人は機密を漏らさないよねっていうお墨付きを与えましょうっていう、それだけのことなんです。じゃあ、その法律ってどうなったかっていうと、4月9日に衆議院を通過してます。で、今日、この放送が始まるちょっと前にです。参議院の本会議で可決成立したということなんです。で、これがなんで必要かというと、問題は軍民両用技術なんですね。軍事転用できるハイテク技術。これをですね、例えばアメリカと共同開発しよう、イギリスと共同開発しようっていう時に、イギリスやアメリカとか、まあ、日本以外の G7 では全てセキュリティクリアランス制度がすでにあって、この人は機密情報を漏らさないよと政府がお墨付きを与えてる人たちがアメリカやイギリスや G7 にはいるわけですよ。でその人たちと今度日本でこの制度ができると、じゃあ日本人のこの人はセキュリティクリアランスの審査を受けて通ってますっていうと、これは政府がこの人は機密情報を漏らさないってお墨付きをしてるねと。でアメリカでもそういう人がいるね、じゃあ一緒にやりましょうと。イギリスでもそうですねと、じゃあ3カ国でやりましょうっていうことができるわけです。ところが今まで日本で何が起きてたかというと、そういうお声がかかるとですね、いや、うちの国はセキュリティクリアンス制度がないんですということを言われて、そうすると、いや、この人は漏らすかもしれないよねって相手は考えるんで、じゃあ日本は外しましょうっていうことになってたわけですよ。でこれがようやく、まあ、当たり前の制度が導入されてよかったねっていうことなんですね。じゃあどういうふうに構成されているかというと、ようやく法案が成立したんで、解説していくと、4つあります。まず保護の対象となる重要経済安保情報というのを指定しますと。これは非公開、まだ未公開ので重要経済基盤保護情報っていう中から指定されると。それから2番目の柱のセキュリティクリアランスを前提とした個人および民間事業者に対する情報の厳格な管理提供ルールっていうことなんですが、これは当然軍民両用技術をやってるような会社、防衛産業とかね、こういうところに従事してる会社とか、そこの研究者などが対象になるわけです。それはまず一つが、事業者に対しては安全保障に関わる事業をやってる事業者、かつで設備をきちんと備えている、つまりサイバーセキュリティがズブズブですとか言うとダメなわけですよ。サイバーセキュリティとか万全にやっていて、サイバー攻撃にもきちんと耐えうるような会社で、かつ安全保障に関わる仕事をしているところですね。そしてそういう業者の中で、行政機関と守秘義務契約をきちんと結んで必要な措置を取れるということ、そしてもう一つは、その国の重要経済安保情報にアクセスする必要があることですね。
これが対象になるわけです。で、3番目の個人、まあ、従業員などに対するクリアランスということで、当然ですね、これからお話をするの身体検査ですね。いくつかの項目で身体検査を行って、これをパスした人。で、かつそのパス、その身体検査というのは強制ではなくて、いや、私やっていただいて結構ですよと。本人が同意した場合に身体検査をやりますということなんですね。まあ一応罰則があって5年以下の拘禁刑か500万円以下の罰金、弊下もあるというようなのが大体ポイントです。ところがそれでですね、ところがちょっと私も前から言ってるので問題2つあるわけです。一つは適正評価、つまり身体検査をしなくていいですよっていう人たちがこの赤の文字の下にずらずらと書いてるわけですけども、例えば大臣、国務大臣、副大臣、大臣、専門一番危ない人して一番危ないそうなんですよ。こういう人たちがよくここの番組でも言いましたけど、例えば自民党に山田太郎さんという参議院議員が、はい、この人はデジタル政務官をやってたりしてました、はい、でこの人は私がよく番組で言うね、中国共産党人民解放軍の武器を開発する7つの大学の一つ、北京航空航天大学の現役名誉教授なんですよ。でそのいうね、人民解放軍とズブズブな人がですよ、政府の政務官になっていると、そしてなっていたですね、それが適正評価を受けないで国家の機密情報にアクセスすると、これは非常に危険なことなわけです。これはだから全ての人が受けないとまずいんじゃないでしょうかと。2つ目はですね、行く前にじゃあ日本とアメリカのセキュリティクリアランス制度でこういわゆる適性調査、まあ、いわゆる身体検査の項目を比較すると、右側に黒い文字で、まあ、日米ともに調査される項目ということで書いてます。ここでね、アメリカではチェックをされて日本でチェックされない重要なことが抜けてる。例えば国家への忠誠、これ絶対必要です。それから外国の影響、懸念国からどんな影響を受けてるか、それから外国の利益を優先する傾向、これもちゃんと国家の機密情報にアクセスする以上チェックしなきゃダメです。で最後一番問題なのがこの性的行動なんですね。ハニトラです。でこのハニトラっていうのは、ね、う罠なんですよね。こういうね、これはどういうことかというとです、いや要するにこの女性と性的行為をすることではないんですよ。本丸は女性と性的行為をして、その女性の裏にいる外国によって、例えば国会議員が女性と性的行為に及びね、そしてその裏にいる懸念国に脅されることが問題なんです。でこの情報取ってこい、あの情報取ってこい、じゃなかったらこの恥ずかしい写真をオープンにして脅してやると、まさに超限戦ですよね。これを仕掛けられていると。だからこういうことがあるかどうかをちゃんとチェックしなきゃいけないねってことなんです。これに対してですね、だから性的行動に関する調査が行われないということで、まあ、ハニトラ対策は十分じゃないんじゃない、このままではハニトラ国会議員の救済策となってしまうから、これじゃダメですよね。ほとんどの議員がね、さっきの水穂さんよりも今の表現の方がバッチリです。バッチリですか。ライター的にはこれいいのか。で、ね、これで直さなきゃいけないね。でところがです、高市さんは非常に苦しい答弁をしてるわけですね。これはどういうことかというと、社民党の福島さんは、ね、参議院の内閣委員会で、ハニートラップを調べるのかどうかを正したということを言ってるんですが、それは高市早苗経済安保省が参議院本会議で性的関係を契機に漏洩の働きかけを指したものなら調査の対象だと明言したからなんですね。私はね、ここで非常に疑問なのは、それ運用でやるのかどうか知らないんですけど、それであればちゃんと性的行動っていうのを項目に加えるべきなんですよ。だってアメリカの方は入ってるわけでしょ。アメリカ入ってるんですから。意図的に外したとしか言いようがないじゃないですか。そうなんですよ。だからこれ法案を通すがゆえに、体がゆえに高市さんが苦し紛れで言ってるのか、本当にあれ実効性があるのかっていうのは私疑問なんです、うんうん、例えばね、性的行為をやりましたと、でこれ犯罪だって言ったところで、いやいやこれ合意でやったんです2人でって言われたら、これ犯罪にならないわけですよね。その行為自体は、だって基本的にハニトラっていうのは形の上では合意の上でやってるじゃないですか。だから相手が別に訴えるわけじゃないから、目的は別なので、だから犯罪になるケースは
極めて稀ですよね。稀ですよ。だから、うん、犯罪でね、しょっ引けるのかってこの高市さんの論法っていうのは逆にちょっと難しいような気がするんですよ。だからそれが、うん、例えばです、不適切な、つまりこの間まさに山田太郎さんですかみたいなケースとか、ね、うん、そういう例えばそれがハニトラ目的であったかなかったかは別としてですよ。だってどれがハニトラ目的かって特定するの難しいじゃないですか。そうです。しかし例えば家庭があるのにパパ活みたいなものをやっていたとか、なんかどっかに囲っているとかなんとかっていうことがあった場合にはですね、その人はその方面に弱いと、ルーズであると、ええということはハニトラの対象にもなりやすいということになるんじゃないかなと思うんですね。そうですね。だってその行為そのものがハニトラのトラップとは断定できないから。できない。しかし他のその他もろもろの行動を見ていてその危険性があるというふうな判断になるのかなと。でもそうするとですね、社用車で台東区専属とかに通ってる人はどうなんですか。そういうことなんです。そうなんですよ。私ちょっと写真週刊誌に撮られた台東区生まれなの で, で、すいません、台東区のイメージを落としてすみません。いやいやいや、いいです、いいです、大丈夫です。でもそれそうどうなんだという。そう、でそういうのがね一番やばいですよね。特にスマホに TikTok とか入れてるとね、うん、1時間ごとに位置情報取られてますから、なんかあの街にいたよねみたいな、中国から全部そう吸い上げられてるとかね、うん、非常に、だからやっぱちゃんと入れるべきですよね。絶対入れなきゃ、入れなきゃダメですよね、うん、入れなかったらもうザルとしか言わない。ザルですよね、うん、で政府側はハニトラの疑いが認められれば適正評価で考慮される事実にある場合があるとの認識を繰り返す。だから結局ちょっとね、及び腰じゃ自信がないんですよね、これね、絶対これやれぞっていう、ね、でもそれアメリカの参考とするアメリカなり欧州のものには入ってるんだから。入ってます、うん、だから別にそれをスタンダードとしてやればいいんだから、だからわざわざ外す必要ない。だ当然だって向こうは向こう運用上、またどういうふうな場合を想定するとか、どういうふうな場合をその危険とみなすとかって当然定義があるわけだから、そうです、そうです、これをまあ真似すればいいわけですから。そうです。山岡さんおっしゃったようにアメリカのガイドラインを見ましたけど、性的行動全体をチェックするわけじゃなくて、うん、そのうちで、うん、のそれがきっかけとなって安全情報を、情報を、重要情報を盗み出すような脅迫とか働きかけがあった場合は、うん、このチェックの対象になりますよってガイドラインに書いてある。なるほど、なるほど。だからまさに今の話じゃないけれど、その理にかなったガイドラインなんですよね、うん、環境を全部調べるってことじゃなくて、そういう疑いがあるものについては問題視します。ということは台東区に行くだけだったら、特定の地域に行くだったら言い直しても遅いですよ、ね、遅いです、大丈夫ですよ、はい、まあ、行くだけだったらまあ引っかからないと、それは個人のまあプライバシーの範囲だと。そうですね。だけどその後なんかこう脅されたりなんだかしてるこう怪しげな動きがあるということが少しでも発覚したら、そういうことになるわけですか。なるほど、そうですね、そうです、うん、だからね、例えば国会議員の秘書にしちゃったりとかね、通行証渡して ね、こういうことがあると調べられますよね。うん、それはだからその場合っていうのは実際家庭も破壊してるわけじゃないですか、で別に脅されたわけじゃなくて自分から止まってるわけじゃないですか。そうですよ ね、だからそれはもろ当然対象にならなきゃいけないですよ。そうなんですよ、ね、そういう人がねチェックをくぐり抜けて、で特定経済安全保障情報ですか、これにアクセスして持ち出してしまったら、これ大変なことになりますから、ね、そうですよね。だって国会内を自由に歩かせるようなことを言ってる人が考えられませんよ、ね、考えられないですね、まあ、そういう問題点を残して、はい、一応は数時間前に成立したということなので、骨抜きにならないといいですね。いや、これは早くこの性的関係との追加しなきゃダメですよね。だって、まあ、余地もなかったでしょ、きっとアメリカなんかは。ないですよ。アメリカの民主党ですらもそんなことは言わなかった、うん、言わないですよね。もう法律はそこできてますからね。007だって、まあ、必ずそんなの常識ですよね。ハニートラップっていう身近な危険性が、うん、あるわすからね。これはちょっと問題です。いやだって、まあ、誰とは言わないけど木原誠二さんとかね、あれだけだから別にだからそこがああいうことがもろもろあってですよ、しかもなんか特定の場所にもよく行かれるとかっていう場合があった時に、そうそうそう、中北さんね、あ 中北さんで通しましょう中北さんです、はい、それどうするんだっていうことですよ。だからそれがどっかでその脅されたりなんだりしたって形跡があるかどうかは別として、うん、
極めて脆弱じゃないですか。そうですね、これ本当にね、うん、ハニトラ議員救済法ですよ。そしたら全員救済しちゃって全員救済してて全然意味なかったっていうね。これね、追加しろって言ったのは国民民主党と、うん、独立の数名だけですから、ね、残りはみんなちょっとハニトラ汚染が疑われるということなわけですというわけで、まず最初の話題ですが、政局に関してです。自民、公明、維新、国民4党連立、次期衆院選で大再編かと、検討の日本保守党、全国なら勝利確実、立民が政権交代に至らない理由、有感不治ということですね。はい、岸田文雄首相は大型連休に合わせてフランスとブラジル、パラグアイを訪問する6日間の外遊を続けていると。なんで行くんですかね。ゴールデンウィークは行かれますよね。うちの百合子も昨日アメリカから帰ってきて、でそれものすごい費用かかるでしょ。1000万ぐらいですか。よくこのスタンフォードに急に立ち寄って、うん、佐々木麟太郎選手にポジティブに頑張ってくださいなんて言ってますけど、うん、あんたも学歴問題ポジティブ公開してほしいと私は思った。本当そう、オープンにしてほしいですよ、うん、なんかわざわざね、その時期に集中してね、みんなで何億もの何十億もの顔に使うべきじゃないと思いますけど、なんか約束してきたと思いますよ。このミルケンインスティテュートでしたっけ、はい、結構、ね、推進するシンクタンクにできたので、はいはいはい、おそらくまたまたですだと思います。パッケージツアーで岸田総理もね、はい、ということで、なぜかフランスに行ってですね、うん、その後いきなり南米の方へ飛んでるというですね、はい、首相自身が国民の私への判断も含まれると語っていた衆院選補選、4月28日投開票は自民党が不戦敗を含めて全敗と、立憲民主党が全勝という結果となったと。野党は連休明けの国会で政治資金規正法改正などの政治改革をめぐって攻勢を強める構えだと、うん、ジャーナリストの長谷川幸宏氏は3補選を受けた政治潮流を考察した。次期衆院選後3党連立4党連立の可能性も。東京15区で飯山明氏が検討した日本保守党の全国規模の戦いにも注目したと、まあ、いうことで、有感不治が日本保守党を上げすぎてるとかと言って、うん、産経新聞から文句が来たとか、大きなお世話だと、言ってましたね、うん、いや全然有感不治の方が正しいですよ、産経は百合子のこともよいしょ記事書きまくってますから、記者によっては違うんですけど、全般的にはメインの方はだから人のこと言ってる場合じゃないですよね、うん、一応各人の判断出会ってね、うん、はい、イラッとしたんでしょう、うん、先生の活躍が、ね、うん、ということで、これだけどここで言ってる4党連立で行くっていうのはあれですか、今回立憲共産党の連立に敗れたので、うん、こっちサイドも4党連立で行くんだと、うん、そういう徒党を組む作戦に出てるってことこれ、うん、でもね、私はこれから、ね、公明党外してほしいですね、せめて、ね、だって維新だって危ない、維新も危ないです、ね、国民も危ないじゃないですか、危ない、うん、全部危ないですよこれ、うん、ただ自民多分過半数割りするんじゃないかって言われてますから、ね、うんうん、そうするとどっかと組まないとゲアになっちゃう、だからだそうするとなんかもうなんか野豪集団、野豪集団、野豪ですよねこれ ね、 ね、与党だけど野豪になっちゃうって感じなんですかね、うん、いやそれちょっと節操なさすぎでしょう、うん、だって国民民主だって立憲とまた組むとか組むとか言ってるでしょ、驚くべき節操のなさ、いや本当になんかダッチロールするんですよねあの党は、いや本当ね、ゆらゆら揺れますね、風もないのに、本当になんだか、ね、はい、というわけで、なんだかそういう、まあ、いずれにしてもこの大再編みたいなことって、まあ、起こらざる得ないんでしょうけども、しかしやはりこの政党にとって一番大事なのは理念であり、 そうです、そしてそれを反映する政策ですから、うん、まあ、やはりそこを本当に重要重視してもらわないとですね、ただ単にこのナンバーゲームで数のゲームで離合集散を繰り返すのは本当にやめてほしいんですね。私も最近つぶやいたんですけれども、皆さんありがたいことに上田さんも国政って言うんですけど、このどの党も嫌ですから、4党も立憲共産党も嫌だし、統治区ですよ、党の、ね、統治区って私呼んでるんですけど、もう統治区になってもうこの支持率で右往左往して、あの党行ってこっちの方行ったりとかして、理念も減ったくれもなくて、ただ国会議員にいたなりたいだけの人で、それが自己目的化してて、国民のために議員になるわけじゃないですか、地域の住民のためには地方議員がおりますしね、だけどもうそんなものも減ったくれもなくて、ただただ国会議員になりたいことが自己目的化しているような国政政党がやっぱり牛耳らずに、やっぱ気骨のやっぱ理念持ってる人がもう意味でもね、もう情報化社会ですから、
私は次の次世代には無所属で国会議員になれる、徒党を組まずになれる、うんうんうん、そうした政治基盤、国政政治、地方政治はもう区市町村はもう無所属でもガンガン受かれますし、そうですね、東京都は私が事実上の完全無所属で初めて、うん、東京都でも江戸川区でも当選させてもらって実証をしたので、次都道府県はだいぶ無所属でも、あと市長でも完全のんぽりの市長がどこの政党にも属さないのが出てきてますので、そういうふうにしてってもらえれば本当の多数決になるんだと思います。そうですね、きちんと理念に立ち返ってほしいと。だから次公認やらないぞとか脅されることができる、はい、そうですよね、はい、そうじゃなきゃいけないと思いますね、はいはい、次、二階俊博氏深刻な病状の衝撃情報ということで、風雲急を告げる和歌山補選の可能性で大混乱と、現代ビジネスですけれどね、もともとこの心臓が悪くて入院されていたと、リハビリをその後行っておられたと、そうしたら急に連絡が取れなくなっちゃってですね、これどうも脳梗塞を発症しちゃったんじゃないかみたいな噂が流れてると、そういうことですね。でこの世継ぎなんですけど、なんか三男の信康氏が水面下で争った戦国時代の話だっていう感じですよね。なんか長男と三男が水面下で争って三男が家督を継ぐことになったみたいな、そんな話なんですよ。しかし平井さん、やはりこれもちょっと潮目がね、時代の移り変わりってことかもしれませんね。そうですね、まあもうそろそろ和歌山も世耕でもなく二階でもなくと、きちっとした人を選んだ方がいいですよ、いや本当そうですよね。立憲共産でもなくなって、ね、もちろんです、ね、だけどいい人が出てくればいいんですけどね。でも補選で三つとも立憲共産ってちょっとまずいでしょ。だからね、やはり日本人有権者の無関心さ、あの投票率を見てね、すごく思いました、ね、絶望的ですよね、うん、だって東京中央区4割でそれで低いなと思ったらもっと低かったですからね、あそこは、長崎はね。でそういうのはですね、結果として自分たちに返ってきちゃうんですけども、うん、その時にものすごく残酷な形で返ってきちゃうことがあり得るわけなんですよ、うん、ただ単にちょっと生活が苦しくなるなんてレベルじゃなくて、根本的にですよ、根本的に生命財産を脅かしかねないような形で返ってきてしまう可能性があるわけなんですよ、うん、だそれはもう80年前の戦争の時もそうなわけですよ、はい、いろんな政策的判断、はい、決定、行動、誰を支持したか、うんぬんということの帰結としてああなってるわけなんですよ。だから本当にこう甘く見てると、そう最後戻ってきた時にとんでもないことになってるか、はい、あとね、メディアにも問題あります。結局政治の内容をほとんど茶の間に流さずに、ね、歌とか料理とかスポーツとかそればっかりでしょ、流してるのは。わざとね、この政治から目を そばさせようと、そうそういやしてるように見えます。愚民政策ですよ、ね、うん、はいはいはい、本当にね、投票率低いのは有権者のせいじゃないんですよ。私よく言うんですけどね、腐った饅頭二つに割って右か左かと言われてもって演説で言うんですけど、どっちも嫌っていうことなんですよね。そういうふうに反論してくる、ね、方がいて、例えばなんとか太郎さんと共産党候補しかいないと、うん、あなた文句言うけどどうしろってんだな、まあ、確かにチョイスがないっていうことはそれは大問題ですけどね。しかし例えばでも今回の15区はチョイスあったわけですから、まあ、そうですね、いろいろあったんですよ、ね、だからやっぱりそれはちゃんと投票しないとまずいでしょう。そうですね、うん、もっと地上波で15区取り上げて、うん、でどういう人が立ってるのか、その主張は何なのか全部公平に報道してですね、有権者に判断を、興味をまず持たせて、そして判断を投票所に行くようにしなきゃいけなかったんだけど、まあ、結局何もやれませんでしたよね。で有権者もゴールデンウィークで遊びに行っちゃってね。そうですね、うん、そう、俺は本当にまずいと思います。まずいですね、はい、そうするとまたあの和歌山補選の可能性ってね、でまた出てくるわけですよね、うん、はい、そしてこれ平井さんネクスですが、国民民主の玉木雄一郎代表、自民議席減へ立民と調整、次期衆院選巡りということで、平井迷走されます、ね、迷走しているよ、ゆりことかりしてますよ、ちょっとなんか目が泳いでませんか、この写真の、うん、だから自分の、ね、政治的な立ち位置がしっかりしてないから右往左往するんですよ。そういうことですよね。だからその部分的にはです、さっきの平井さんの話にあったセキュリティクリアランスの穴を埋めるように一応ちゃんとした、うんうん、対案出したとか、うん、いいこともする、いいこともするんだけど、だからイニング単位ではいい球投げる、でもとても先発とか任せられないんですよね。そうなんですよ、
だからね、国民民主の統制がずっと伸びないのはこういうとこだと思いますよ。そうですよね、うん、乗れないんですよ。部分的にいいこと言うかなと思ってね、政治家としての立ち位置がね、関東ができない、しっかりしてないような政党にね、誰も投票なんかできませんよ。そういうことですね。右行ったり左行ったり、はい、右往左往、やっぱり理念がしっかりしていないんですよ。そうですね、まあ、だってこの間の中国だってね、うん、急に弟たけゆり子さんにくっついちゃって、はいはいはい、で失笑されたわけでしょ。そう失笑されちゃってね、うん、惨敗でしょ。そうしかも惨敗、勝てばまだね、うん、だからまあ政治的センスのなさがね、うん、思い切り出てしまったということですよね、うん、この自民の票がこう分散したじゃないですか、うん、でもあんまり行かなかったわけでしょ。そうですね、うん、そうです、全然行かなかったですね。ですよね、維新の方にあれだけ行ったってちょっと僕は驚いたんですけどね、うん、結構ねアンチ柿沢の方が行ったんじゃないですか、民党の方かなって気がしますね、うんうん、ただもともとそのドブ板やってた人票があったはず でそこであれだけ乗ったけど、それでもやっぱり勝てなかったという金沢さん、うん、金沢さんは結局、まあ、LGBT賛成とか夫婦別姓賛成とか、ね、それが、まあ、ありましたからね、はいはい、いやしかしこの本当瞑想してるよりももう瞑想以外に何もでもないですよね、うん、何を目指しているんですかね。国民瞑想党とかってないいんじゃないですかね。さあもう一つ深刻な問題なんですけども、中国が護衛艦をドローンで撮影かということで、これですね、海上自衛隊のヘリコプター搭載型護衛艦いずもだけど、これは当初はヘリコプター搭載型として検討されましたが、甲板を、ね、強化して、戦闘機のスライドにしたんでしょ。そうです、うん、動かしたってことですね。そうです、垂直離着陸機はもうすぐに乗せられますからね、うん、ということになったんですよね。だから本格的な空母になってるんですけども、うん、それをドローンで撮影したような動画が交流、SNS で拡散した問題がありましたね。それが中国の方でアップされたんでしょ、ね、でこれ一体何なんだと、これ本物だったらやばいじゃないかということになったと。で当初はこんなのフェイクだといろいろあったんだけど、うん、まあ、結局まあ防衛省の発表によるとどうも本物じゃないか、実画像だって話ですよね、うん、やっぱりとんでもないことじゃないですか。だってあれもろ上空を飛んでるじゃないですか、うん、そうです。だからね、私もここで、まあ、ツイートしたんだけども、結局ねこれ仮に中国でやったら死刑ですよ。そうですよ、ね、死刑ですよこんなことやったら、うんうんうん、ところがなんでそれがね日本で犯罪に問えないかったら、スパイ防止法がないから、これ完全なスパイ行為ですよね。他国のね国防官の上をですねドローンで撮って拡散するなんていうのは、これは本当になんていうかな、平和ボケ極まれるみたいな状態、うん、だけどなんでそんな状況を許してるかって言ったら、スパイ取締法がないから、うん、これはねだから早く成立させないとこういうことが頻発しますよ。それそのポイントとで、うん、あとしかし現在でもですドローンの飛行を制限している法律があるわけですよね、ええ、だからまして空母の上空とかこういった軍事基地の近辺を飛ばしてはもちろんならないし、それを強制的に着陸させることはできるわけですよ。まあ撃墜することも本来できるべきだと、いやしていいとか思いますね、うん、でそういったものがありながらです、つまり法律は全くないわけじゃないわけです、一応あるわけですよ、にもかかわらず侵入と撮影を許したということですから、だから今平井さんご指摘の法的不整備ということももちろん重要なポイントですが、しかしそれを許したという、じゃあどういう警備してたんだってことになるじゃないですか、うん、そこはやはり自衛隊のね責任というか、うん、問われてもしょうがないです、ね、しょうがないですよね、うん、まあ、僕は横須賀に行った時にですね、大丈夫かなって正直と思ったんですよ。だって空母が接岸してるじゃないですか、はい、横になんか高層マンションがあって、うん、そこに住んでたら、うん、ね、完全にもう四六時中観察できるんですよ。でそこに何か持ち込んだらもう余裕で撃てる距離ですよ、うん、大丈夫かなと思ってたんですよね、もともと。いや本当に平和ボケが過ぎますよね、うん、あの横浜の、いや横須賀のあそこ行くと、あのかな、ボートツアーがあって、それに乗るともう本当に、はい、そばまで行けますからね。潜水艦目の前ね、目の前でね、ありますね、イージス艦も目の前でね、本当そうですよ ね。そしてですね、はい、あこれはあれだ、僕が挙げたネタなんですけど、今週の小下列議員、これがですねひどかったです。これね、岐阜県の美濃加茂市が、これ知らなかったんだけども、オーストラリアのダボっていう市があるんですよ、そこと姉妹都市だったんですね。ダボ市っていう、ダボというとですね、もうシドニーから車で行っても6時間かそれ以上かかるような、結構遠いですね、かなり遠いです、西の方へ内陸の方へってところなんですね、はい、だけどどうも姉妹都市関係にあってですね、その市長さんが娘さんを伴って訪問されていたと
いうことですね。この副議長さん、永田則夫副議長、はい、71歳が4月、姉妹都市の豪州ダボ市の市長らを招いた歓迎会の二次会で、うん、市長の娘の下半身にカラオケマイクを近づけるセクハラ行為をしていたことが7日市関係者への取材で判明した。永田氏は毎日新聞の取材に一生懸命に場を盛り上げようとしていた、不快な思いをさせてしまい大変申し訳ないと陳謝したと。これね、だけどこれ複数の関係者によると、ダボ市のマシュー・ディカーソン市長は4月3日一緒に来日した家族らとともにミノカモ市を訪れていた。同日夜に市内の飲食店で開かれた歓迎会の二次会で、永田氏はカラオケで歌いながらディカーソン市長の娘の股間にマイクを近づけたという。言えないな。もうこの子もうここでもうすぐもう懲戒でしょ。本当に、ね、うん、アホかですよ。発見71にもなって中じゃねえのってまた岐阜県でしょほら、池田町の町長もセクハラパワハラで辞めたばっかりじゃないですか。同じ県内であったのに何をやっているのと。岐阜、岐阜県、織田信長が出たところですよ。頼みますよ本当に、ね、悲しくなるよ本当に、ね、ちょっとこれね、有権者もねちょっと何とかしてほしいですよね、うん、まあ、それでねちょっと僕がツイートしたんですけども、このような小下律議員こそ除名、離党勧告がふさわしいと。これね、これ何で言ってるかというと、もう一つの番組だったかに来てもらった諸井さんっていう埼玉県議ですね、が例の支払い3月31日までのものが期をまたいで4月6日に支払ったと。だけど発生した月で処理しましたと、うん、そしたらそれが捏造だとかね、何だとかっていう無理やり除名されちゃったわけですよ、会派をね、はい、でそれはもういろんな会計士税理士みんなにそれは全然問題ありません、はい、それは正当な正規の費用だから、はい、それはその期で処理するのは正しいんであって、はい、いつ払ったかということは実はそれは問題じゃないんだということなんですよね。だから意図的にその利益を操作したとかいうのは別ですよ、はい、またそうじゃない、純然たる経費なわけですから、そんなんで除名されたりしてるわけですよ。そしたらこのおじ、この議員さん、はい、そんなお下劣なことをしたそれこそもう除名どころか離党もね、やっぱ自民党籍だったんですかね、なの結構無所属を名乗って、ね、党員が地方の場合多いんですけれども、はい、でさっきお話ししたようにもし超田舎ですから、うん、広大な動物園があるんですよ、歩いて回れるような動物園じゃない、なんで永田の領主は、ね、罪滅ぼしにカンガルー社に泊まりして2年ほど無償で労働奉仕したらいいんじゃないですかと、うん、許しを請うと、うん、盛り上げようなんてわけのわかんないこと言ってないでね、うん、動物園で勤労奉仕してくださいということなんですよ。ひどい、お粗末、もうお粗末極め寄せもないし、絶対そんなこと盛り上がらない。いや盛り下がりもいいとこですよ。いやもうそれでも日本人の品位ね、ガタ落ちですよ ね、 どうすればそれ有効都市やめましょうって話になりますよ。いやなりますよね、なりますよ、なりますよね、こんな変態がですね、うん、いるところと付き合いませんってなっちゃいますよ、本当に。こういうな真夜中間の時間帯、今の時間帯やってまいりました。5月11日号の小池人です。今夜もよろしくお願いいたします。出演者のご紹介いたします。今日は、札幌に、行ってらっしゃいます、前衆議院議員の長尾隆さんです。はい、よろしくお願いします。ちょっと今こんばんは、よろしくお願いいたします。そして中野区議会議員の吉田浩一郎さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。長尾さん回復しそうですかね。今週の朗報ということで、ついに経済安保新法が成立しました。はい、1番から紹介させていただきます。はい、セキュリティクリアランス制度創設を柱に経済安保新法成立へ、扱いを有資格者に限定、情報漏洩で5年以下の拘禁刑などの罰則というふうになっております。経済安全保障上の機密情報へのアクセスを官民の有資格者に限るセキュリティクリアランス制度創設を柱にした重要経済安保情報保護活用法案が10日午前の参院本会議で可決成立する見通しとなったということでございます。そして2番、城之内皆さんの5月11日のポストですが、 BS 富士ライブプライムニュースより、高市早苗担当省に聞く日本の経済安保政策は、高市早苗、反町さんという動画を添付し、高市氏は2022年に経済安保省に就任した際にプライムニュースに出演し、セキュリティクリアランス法はぜひとも実現したい、岸田首相から経済安保の話はするな、中国の脅威の話はするなと言われた、しかし SC 法を通すためにまずは
岸田首相を説得から始めると明言されていたというふうなことを改めて紹介してくださっています。西村さんお願いします。はい、高市さんがずっと経済安保は熱心に取り組んでいたということは、これ安倍内閣の時からそうだったんですよね。でそういう意味では安倍さんが残してしまった課題をちゃんとクリアしたのが高市さんだったってことは、これ間違いないわけですね。それでこれが新しい法律が通ることによってですね、やっとあの日本が実は今までも G7 の中には入ってましたけど、果たしてそれにふさわしいかどうかっていうね、そういう問題もあったんですよ。いろんな意味で。その国家主権の問題とか安全保障の問題でですね、単に GDP が多いとかね、そういう問題ではない。振り返ると海の苦しみがありましたね、はい、丸々3年かかってます、はい、本来であれば推進法の中にセキュリティクリアランスを入れる予定だった、まあ、これは小林鷹之担当大臣の時でした。ところがこれが法案の中に入らなかった。でそこでセキュリティクリアランスを入れようということで後任の高市さんがバトンタッチをしたんですが、先ほどツイートにも X にもありましたように、岸田総理ご自身が本通常国会でセキュリティクリアランスを提出するなどということは言わないでくれと言われた。でその年に、小西文書問題がありました。あれで完全にぶっ飛んだ。で加えて奈良県知事選挙等々があってですね、本当にもうあの時前回の通常国会ではもう全くセキュリティクリアランス法に携われなかった。でここで交代かなと思いきや、まあ、ここはあの結果論として続投ということで、でまあ非常に慎重であった岸田首相が、まあ、半ばですね、まあ、特にトリガーになったのは確か日本維新の会の質疑に対してだいぶ問い詰められてですね、やるんですかやらないんですかということについてやりますということで、まあ、最終的に岸田首相が最後は成立に向けて OK を出したと、まあ、これ閣法ですから閣議決定がされなければ法案提出もままなりませんので、そういう点ではまるまる法案になりつつある段階で3年もかかっちゃったということですね。でこれはまだまだブラッシュアップをしなければいけない法律です。で従来は公務員を対象とする特定秘密保護法が中心であったけれども、民間の方で政府が持っている技術にアクセスをしたい、そのためのセキュリクリアランスを発行してほしいということで、まあ、民間が希望する人に対しては広げていくよということなんですが、まあ、まだまだ世界の違法の運用に達するにはやらなければいけないことが多々あるので、まあ、大きな一里塚になったことは事実ですが、はい、まだまだ最終到達点ではないので、まあ、様々な議論展開を担当大臣として、まあ、今後の三津氏は大臣である限り次に向けたのお仕事をされていらっしゃるんじゃないかなと思っています。まあ、とりあえず関係者の皆さんには心からねぎらいの気持ちをお伝えしたいと思います。本当にお疲れ様でした。はい、どうもありがとうございます。あれですね、高市さんの粘り腰といいますか執念といいますかね、それがあったからもう本当に頓挫しそうな状況にもなってたんですが、3年かけて成立したということだと思います。吉田さんはどのようにお考えでしょう。厳しい言い方ですけれども、この法律ですね、1980年代には施行してなきゃいけなかった法律なんですね。40年、45年経ってやっと、まあ、できたかと、まあ、なんで45年かかったかっていう理由もね、当然いろんな理由があるわけですよ。今回、なんと非常に驚いたことに、まあ、立憲民主党が賛成しましたね。で普通だったら一緒に足並み揃えて反対する共産党、社民、令和とともに立民も反対するっていうのが、まあ、これまでの彼らの主張からすると彼らにとっては正しい方針だったはずなんですけど、もう反対できなくなったと。要するに限界左翼だけの票を得ている、そういう政党ではなくて普通の人たちも騙しながらですね、議席を得ている政党なので、さすがにこの問題で反対するとこれまで騙されて支持してくれた人たちを騙しきれないと。もう本当にこう、もう血も、あの人も涙をこう、枕を涙で濡らすような悔しさの中でですね、まあ、賛成に回ったわけですね。これから、まあ、こういう日本のまともな国家、独立国家になるための法律を、まあ、50年も100年も妨害し遅らせるっていう勢力、まあ、今言った政党とか、
その政党のために必死にですね、デタラメなプロパガンダを流すテレビや新聞やですね、まあ、あるいはへんてこりんな弁護士団体とかですね、あの変な大学にいる変な人たちとかですね、もうこういう人たちとなんとかこう戦いを勝ち抜いてです、ね、我が国が独立を維持できるように引き続き、まあ、この問題にずっと取り組んでこられている死死類々たるですね、犠牲の中でこの問題に取り組んできているさまざまな方々ともに頑張っていきたいと思います、うん、はい、どうもありがとうございます。まあ、本当にね、今吉田さんが厳しいようなことを言ったんだけど、それ事実であって1980年代にもう一つ実は日本で成立させていなければいけない法律というのは、1985年に上程しようとしていたスパイ防止法というのがあるわけですね。で、こういう経済安全保障のセキュリティクリアランスというものとスパイ防止法というのは表裏一体といいますかね、2つ揃って初めて最低限の、要するにやっと何でしょう、例えで言うと国境に塀を作るじゃないけどね、通関ゲートを作るとか、まあまあそんなようなもんですよ。だから大雑把に言うとね、それがとにかく40年できなかったってことはこれ間違いないわけ で、そういう意味で言えばですね、憲法改正だって72年間できてないわけでね、主権回復した72年前に早くマッカーサー憲法は占領憲法として改正すればよかったんだけど、それができていないっていうことですよね。まあそういう反国家状態はずっと続いていたということなわけです。それをですね、多くの人にやっぱり知ってもらいたいですよね。だからこのセキュリティクリアランス法っていうのはなんだか分かんない人が多分多いと思うんだけど、要するに重要な機密というか情報、まあ機密っていいんでしょうけど、それにアクセスできる人はね、ちゃんときちっとした保証がなければアクセスできないよと。どこの誰だか分かんない人がそういう情報を手にするってことはできないという、簡単に言うとそういう法律なわけですよね。そしてそれによって外国ときちっと取引ができるということになるわけです。はい、次行かせていただきます。はい、高市大臣もポスト岸田ということで本当に応援したいなと思ってるんですけども、他のポスト岸田も結構記事が出てきているので注目したいなと思います。絶対に首相にしてはいけない小石川連合ということで、まず3番からお願いします。河野太郎担当省、中国企業ロゴ問題、私は調査に携わってない。以前はしっかり調査というふうな発言があったのに、こんなことが出てきたんですね。河野太郎大臣は10日の記者会見で、内閣府のタスクフォース元民間構成員の提出資料に、中国の国営電力会社のロゴマークが入っていた問題に関する調査の現状を問われ、調査に私は携わっていないので内閣府か何かに聞いていただきたいと述べた。河野氏は4月2日の会見では、元構成員並びに自然エネルギー財団について海外から不当な影響力を行使されうる可能性があったかどうかしっかり調査したいと説明、同9日の参院内閣委員会でも調査をしっかり進めていると答弁していたということなんですね。そしてもう一点、これも信じられなかったんですけども、石破茂氏、リニアは必要？はてな、意義もニーズも尽きぬ疑問ということで、リニア中央新幹線の着工に反対してきた静岡県知事の川勝平太氏が9日に辞職し、26日投開票の知事選の結果次第で工事が進む可能性が出てきた。ただ与党内にもリニアは本当に必要なのかと疑問を投げかける政治家がいる。自民党の石破茂元幹事長だ。政界随一の鉄道好きは国家プロジェクト と言われるリニア計画の何が腑に落ちていないのだろうかというふうな感じの記事が出ておりました。信じられなかったんですけども、西山さんお願いします。毎日新聞の梅草記事って言ってもいいんでしょうけどね、梅草原稿っていう言葉があってね、知ってる方は知ってると思いますが、例えば雑誌を編集するときにですね、どうしてもその1ページ空いちゃったと、5ページ分の原稿を依頼してたのに4ページしか書いてこなくても時間もない、でもここの1ページ埋めないとね白紙になっちゃうんで大変だって言うん でそれでお前書けよっつってね、それで編集者が書いたりとかね、そういうの埋め草原稿って言うんですよね。空いてるところを埋めていくものなんだけど、まあそんな記事ですよね。ほとんどは意味がない。鉄道好きが政界随一かどうかは別だけど、与党にもそんな声が多いなんつって初めからもだからなんでしょうね、まあ、意図的な記事なんでしょうけど、本当にこう意味がない記事だと思いますね。それと河野大臣に関してもですね、結局こう逃げを見せているというね、そういう気がしますよね。いい加減かなり追い込まれてるんじゃないですかね。いろんなことが明らかになってきてるんでね、今までは、自分がやってることがその国家のためになるんだと、クリーンエネルギーだというそういう、まあ、大風呂敷でやってたんですけど、どうもその背後にいかがわしいものがいっぱいあるってこと、多くの人が
この3年間ぐらいでやっぱり知られるようになってきたんじゃないですか、一般のメディア報道しなくてもね。どうでしょうか、長尾さん、どんなふうに感じますか。小石河連合に期待をされる方々というのは、旧民主党系のどちらかといえば、というか、まあ、はっきりと言えば、反自民党の方々、あるいは再生可能エネルギーを推進しようという方々が中心なんだと思います。ただ自民党の内部では小石河連合なんていうのは全然影響力はありませんので、逆にこういったことを自民党内部で声を上げることによって、まあ、どん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 ご自身の足元が危うくなっていくんじゃないかなというふうにお察し申し上げたいと思います。石破さんについては今更何を言ってんだろうなっていう、まあ、多分なんか反自民の方々の支持を得ているから喜んでこういったコメントを出しているのか、また河野さんに至ってはですね、やはり大臣としての記者さんからの質問に対してですね、まあ、気に入らない質問があると全然答えずに次の質問どうぞというような非常にその人として無礼な態度を露骨に出されていらっしゃいますよね。ですからこういうものも先ほど小泉先生おっしゃられたように地上波だけじゃなくてそういった映像がネットにガン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 出ていきます。立ち振る舞いっていうやつですよね。そういう点でいくとね、やはりまあ小石河連合を期待される方々は自民党の中にはほとんどいません、ね、うん、外野からそういった声を上げていただく分にはね、我々は軸はぶれませんので、どうぞどうぞ言論の自由は阻害いたしませんのでご勝手にどうぞと、まあ、そんな印象ですね。はい、はい、吉田さんはどうでしょうか。はい、まあ、この河野さんのですね、このなんだろう、無責任な言動というのは、本当に政治をやるに値しない、政治をやる資格がないと思うんですね。この要するに中国の、まあ、公営企業のロゴ問題、これは河野さんがあちこちから呼び込んできた問題なわけですよ。でこれが大問題になって、国策に外国の政府の息がかかった国営企業の、あるいはこれは日本だけでなくて、世界中で中国がですね、仕込んでいる政策ですね、電力も中国に依存をさせて、制裁与奪の権を握れるようにして、中国に拒否できないような国にしていこうっていう、そういう政策にうかうかと乗ってしまっている自分の姿というのを指摘をされたことをきちんと違うと、本当は証明する責務があるはずの人がですね、まあその時ところによってはしっかり調査しますと言って逃げてみたり、で、ちょっと追及が若干弱くなったら、いや、知りません、やってませんみたいなですね、これは評論家の態度ですね、きちんと責任を持って政治を担うという議員、あるいは大臣の行動態度ではありません。だこういう人にこれ以上の要職につけてはいけないということがよくわかる言動だなということですね。でそして石破さんについてはですね、まあ、この人は、まあ、前はですね、軍事オタクだって言って、でも国防大臣、防衛大臣の時は変なことをやってですね、今度は鉄道マニアだって言ってですね、意味はいらないとかですね、要するにマニア、オタクであることと政策的な、きちんとした見識を持っていることは全く一致しないということがよくわかる人間なんですよ。そして多分この方はですね、鳥取にリニアが走るって言ったら 100% 多分意見変わるんですね、こういう人。この人の記事の中で言ってるのは、要するに東京一極集中がリニアによって、まあ、東京、名古屋、大阪というそのリージョンへのある地域、特定の地域への集中に変わるだけだみたいな主張していて、要するに物事、企業でも国家でもですね、その競争力があるところがだんだんこう広がって発展していって国全体の発展につながる、どうしてもやっぱりセンターと周辺っていうのがあるんだ、でもそれをバランスよくマネージすることによって国全体を底上げして発展させていくんだということが認められない人なんですよ。でそしてこういう、なんだろうな、経済発展を憎むようなふうにも読み取れる言動は毎日新聞は逃さないわけですね。要するに毎日新聞というのは日本が発展すると嫌な新聞なので、だからここで、まあ、石破さんと毎日新聞というのは利害が一致するわけですよ。なんとか日本を引きずり落としたい、貶めたい、この川勝さんと同じですね、まあ、こういう人たちに、日本はずっと騙されてですね、まあ、我々の考え方もですね歪まされてきたんだということに気がつく必要があるということです。
はい、どうも。ある意味ケミストリーが合うんですね。毎日新聞と石破さんっていうのはね、非常にこう相性がいいって言いますかね、まあ、そういうことなんですよね。だからこれ普通のメディアには載らないような記事ですよね、どう考えてもね。だから最初私梅草記事って言ったんですよ。梅草原稿じゃないかと。